私、パートに出ようと思ってるんです。え、どうしてだよ、のぞみ。俺はいつも十分な生活費を渡してるじゃないか。夫は目を丸くしながら私を見ている。のぞみさん、あなた散財しすぎなんじゃないの。そう言って鼻で笑う義兄嫁に私はカチンときた。私が生活費の捻出に困っている原因はお前なのに、何人ごとのように私を責めているんだよ。腹が立った私は義実家の人たちの前で全てを話した。お姉さんが毎日家に来てご飯を食べていくので、食費がひどいことになっているんです。私の名前はのぞみ、30歳の専業主婦だ。夫の正人とは結婚して2年になる。私たちは同じ職場で働いていた同僚で、同期でもあった。同じタイミングに会社に入ったことから自然と話すことが多く、私たちは自然と惹かれ合っていった。交際が始まったのは25歳の時で、付き合ってから3年が経った頃に結婚をした。付き合っていた頃に同棲を始めていたので、私たちはお互いの生活スタイルなどもよく理解した状態で結婚ができた。結婚してからは私は寿退社をして専業主婦に。それからは夫のために毎日一生懸命に家事を頑張った。毎日の朝食とお弁当作りも欠かさず作り、晩ご飯も毎日できる限りメニューが被らないように、料理本などを見ながらいろんなレシピを試した。すごい美味しい。また腕を上げたね。夫はそう言って、私が作ってくれた料理をいつも美味しく食べてくれた。今日のお弁当もとっても美味しかったよ。また今日のおかず作ってよ。わかったわ。嬉しそうにそういう夫を見て、私はまた作ってあげたいとついつい思ってしまう。夫の喜ぶ姿を見ることでモチベーションが上がるのだ。だから料理をするのは何の苦でもなかった。むしろ自分の腕が上がり、夫が喜ぶ姿が見れるから毎日料理をしていて楽しかったほどだ。だがそんな幸せな私の生活が、まさかの人物によって狂わされることになると思いもしなかった。それは夫と結婚して2年が経った頃のある日のことだった。マサト、のぞみさん、久しぶり。アキラ兄ちゃん久しぶり。ユカさんも久しぶりです。その日は義兄夫婦が私たちの家に遊びに来た。もともと義兄夫婦は義兄の仕事の関係で地方にいたのだが、つい最近こちらに戻ってきたのだ。兄ちゃん、なんだか痩せた。ああ、そうかもしれないな。向こうでは結構忙しく働いていたからな。あとはジムで筋トレを始めたのも理由としてあるかもしれないな。そうなんだ。俺も運動とか始めようかな。最近ちょっと太っちゃってね。そうなのか。ああ、のぞみの手料理がうますぎて、ついつい食べ過ぎてしまうんだ。幸せ太りってやつか。間違いないね。夫と義兄は兄弟仲が良くて、楽しそうに会話をしている。夫がいきなり私を褒めるから恥ずかしくなってしまった。ちょっとマサト、いきなり何を言うのよ。え、だって本当のことだろ。今日だって兄さんたちに食べてもらうじゃないか。そうだけど、ハードルを上げないでよ。ごめん。でも本当に美味しいから自慢をしたくてね。それは楽しみだな。だからハードルを上げないでってば。私も会話に入り楽しい時間を過ごした。そして私は前もって用意しておいた料理を温めて、食卓にどんどん出していった。わあ、本当に美味しそう。義兄嫁は私が出した料理を見てそう言った。義兄嫁は来た瞬間にすぐにお酒を開けて、みんなより早いペースで飲んでいた。一人でも楽しそうにしていたのだが、料理が出てくると人一倍嬉しそうにした。私は取り皿を用意してみんなの前に置いた。そして義兄夫婦が私の料理を口にする。おいしい。マサトの言う通りだな。お店に出ててもおかしくないレベルの味だよ。
のぞみさんは天才だな。そんなことないですよ。でもありがとうございます。とっても嬉しいです。俺の言った通りだっただろう。のぞみの料理がうますぎて太っちゃう俺の気持ちわかるでしょ。ああ、こんな美味しい料理を毎日食べられるマサトが羨ましいよ。義兄がそんな風に褒めてくれて私は本当に嬉しかった。義兄夫婦は私が作った料理をペロリと平らげた。今日は本当にありがとう。そしてごちそうさま。またのぞみさんの手料理食べたいわ。ぜひいつでもいらしてください。義兄夫婦と挨拶をしてその日の食事会は終了した。だがそれからが私の悪夢の始まりだった。翌日、私が一人で家にいるとインターホンが鳴った。誰だろうと思いながら出ると、それはなんと義兄嫁だったのだ。お姉さんどうしたんですか？私は最初義兄嫁が忘れ物でもしたのかと思った。義兄嫁も専業主婦をしていて、仕事はしていない。だからこうして平日の昼間にやってくることができるのだ。ああ、忘れ物ではないわ。え、それじゃあ何ですか？私は少し身構えた。昨日の今日なので、遊びに来たということではないだろう。何か大事な話でもあるのだろうか。実は、昨日のお料理がとても美味しかったから、のぞみさんにレシピを教えてほしいなって思って。え？あきらにも、もっと美味しいものを食べさせてあげたいからね。お姉さん、私は感動した。お姉さんはお兄さんのことをとても大事に思っているのだな。それならば全然お安いご用だ。もちろんいいですよ。何か教わりたいレシピとかありますか？とりあえず何でもいいから、今冷蔵庫にあるもので何か作ってよ。そういう方が参考になるでしょ。なるほど、そうですね。義兄嫁にそう言われて私は冷蔵庫の中を見た。冷蔵庫には人参やじゃがいもに豚バラのブロックがあった。ちょっと今日は寒いですし、ポトフでも作りますか？やった。ポトフ大好き。喜ぶ義兄嫁を見て微笑みながら、私は早速準備に取り掛かった。義兄嫁はスマホでメモを取りながら私の作る工程を見ていた。せっかくだから晩ご飯にしてしまおうと思い、私は夫の分も含めて3人分作った。ポトフはじっくり煮込まないといけないので、具材を入れて火にかけている間に洗い物を済ませた。あとはこれで数十分煮込めば完成です。思っていたより簡単なのね。そうなんです。最初に野菜と肉を焼き付けるのがちょっと手間ですが、あとは楽です。それじゃあ完成するまで飲みましょう。え、でも夫が帰ってくる前にお酒をいただくわけには。ええ、せっかく私が来たんだから飲みましょうよ。そう言って義兄嫁は勝手に赤ワインを取り出して開け始めた。え、ちょっと。昨日家に来たから覚えていたのか、グラスを2つ用意してワインを注ぎ始めた。乾杯。私は夫に心の中でごめんねと謝りながら乾杯をした。そしておつまみを食べながら義兄嫁とワインを飲み、ポトフができるのを待った。その後ポトフが完成し、器によそって義兄嫁に出した。おいしそう。いただきます。義兄嫁は悶絶しながらポトフを食べていた。こんな風に喜んでくれるなら作りがいがあるなと思いながら、私もポトフを食べた。うん、美味しくできている。夫にも喜んでもらえるだろう。ふう、美味しかった。ごちそうさま。アキラさん喜んでくれるといいですね。え、ああ、そうね。それじゃあ私帰るわね。そう言って義兄嫁は帰っていった。だがその翌週にまた義兄嫁が家にやってきたのだ。のぞみさん、今日も料理教えてもらえるかしら？
はあ、私はちょっとだけ困ってしまった。こんなに早いペースで何度も来るとは思わなかったからだ。その日は私はキーマカレーを作ったのだが、義兄嫁は今度はメモを取っていなかった。レシピ覚えられそうですか？ああ、大丈夫よ。大まかに覚えているから。そう言っている義兄嫁の手にはすでにワイングラスがあった。飲みながら調理工程を見て覚えられるのだろうか。私は疑わしく思いながらも調理を進めていった。真剣に作っていたら、義兄嫁は気づいたら食卓について、おつまみを食べながら赤ワインを飲むのに夢中になっていた。あの、お姉さん、作るところ見なくていいんですか？もう完成でしょ？だったらいいでしょ。それよりも早く食べましょうよ。なんだか自分勝手だなと思いながら、私はキーマカレーを義兄嫁に出す。義兄嫁は美味しそうに食べて、酒もまた追加して飲んでいた。これ結構多めに作ったでしょ。タッパーに入れて持って行っていい。アキラにも食べさせるわ。え、自分で作ってあげないのかよと思ったが、夫の分を残してもギリギリ義兄の分が取れそうだったのでタッパーに入れてあげた。ありがとう。じゃあまたね。そう言って帰っていく義兄嫁。そしてそれからも義兄嫁は頻繁に家にやってきた。最近は作っている過程など見もしないで、お酒を飲んで料理ができるのを待っているだけだ。またタッパーに詰めて義兄の分も持って帰っていくのも当たり前のようにしている。私はさすがに参っていた。だからある日、私は義兄嫁に文句を言った。お姉さん、こんなに頻繁に来られても困ります。なんで？家が近いんだから別にいいじゃない。もともとは料理を教わりたいって言ってたのに、最近は全く教わろうともしていないじゃない。それは私が作るよりも、のぞみさんが作ったものをタッパーに持って行って温めて出す方が美味しいし簡単だからじゃない。悪びれる様子もなく堂々とそんなことを言ってくる義兄嫁。自分が悪いと思っていないから余計に厄介だ。いろいろと思うところがあり、私はとても悩んでいた。そんな中、正月になり、義実家に義家族全員が勢ぞろいする日がやってきた。最近は義兄嫁も含めて、たくさんの量の料理をしなければいけなかったから、私は久しぶりに休むことができた。その日は義両親が私たちのことを気遣って、寿司の出前を取ってくれた。普段たくさん料理をしているでしょうから、正月くらいは休んでね。義両親のその気遣いがとてもありがたかった。そして私たちはお寿司とお酒をいただきながら、みんなで会話を楽しんだ。のぞみさん、最近どうなの？何か変わったこととかはない？義母がそのように話を振ってくれたので、私はつい頭の中で考えていたことを口に出してしまった。私、パートに出ようと思ってるんです。え？私の発言にみんなが驚いた反応をした。どうしてだよ、のぞみ。俺はいつも十分な生活費を渡してるじゃないか。夫は目を丸くしながら私を見ている。うん、そうなんだけど。夫は昇進をしてそれなりに給料も高い。だから普通の生活をしていたらお金が厳しくなることはないのだ。そんな時、一番口を出してはいけない人物が口を出してきた。のぞみさん、あなた散財しすぎなんじゃないの？贅沢をしすぎちゃダメよ。私たち専業主婦はいかに節約をするかが大事なんだから。そう言って鼻で笑う義兄嫁に私はカチンときた。私が生活費の捻出に困っている原因はお前なのに、何人ごとのように私を責めているんだよ。腹が立った私は義実家の人たちの前で全てを話した。お姉さんが毎日家に来てご飯を食べていくので、食費がひどいことになっているんです。え、
私の発言にまたみんなが驚いた反応をした。それはどういうことなんだい？義兄が真剣な様子で私に尋ねてきた。実はお姉さんは最初は私に料理を教わりたいって家に来て、私が作った料理を食べていたんですが、だんだんとただ食事をしに来るだけになったんです。普通なら夫と私の二人分の量でいいのに、お姉さんの分も入れて三人分を作る羽目になり、さらにはお兄さんに持っていくからって、最近は四人分の量の料理をほぼ毎日作ることになっていたんです。まさか、ゆかがいつもタッパーに入った料理を温めていたのは、あれはのぞみさんが作っていたものだったってことか。私がこくりとうなずくと、義兄は義兄嫁をにらみつけた。どういうことだ、ゆか。お前そんなこと俺に一言も言ってなかったじゃないか。それどころか、毎日一生懸命料理をしているんだから贅沢をさせてほしいって、俺にブランド物のバッグとか服とか要求していたよな。そう、それは。義兄に詰め寄られてたじろぐ義兄嫁。すると私の夫も義兄を援護した。道理で赤ワインとかお酒の減りが早いなって思ったんだよ。まさかのぞみが隠れて日中に飲んでいるわけはないだろうし、夫婦でこんなにたくさん飲んでたかなって不思議だったんだよ。つまりお姉さんがお金も入れずにただで俺たちのお酒を飲み尽くしてたんだな。それでのぞみに節約をしなきゃダメだなんてよく言えたもんだよ。そりゃ自分は食費を浮かせてただ飯をもらってるんだから節約できるでしょ。夫にそう言われてぐうの音も出ない義兄嫁。ゆかさん、あなたお金が足りなくて困っているって私に相談してきてたわよね。アキラの稼ぎが少なくて生活が苦しいって、それなのにアキラにブランド品を買うようにお願いをしているってどういうことかしら。私はあなたに援助をしてほしいって言われたから月5万円を渡していたんだけど。なんだよそれ、聞いてないぞ。次々と発覚する義兄嫁の悪事。義兄嫁は一気に全てがバレて顔面蒼白状態になっていた。ゆか、ちゃんと説明しろ。他に何か隠してることとかないのか。その義兄にものすごい剣幕で詰め寄られて、義兄嫁はしどろもどろになっていた。とにかく今日はもう帰るぞ。これからの夫婦のことについて話し合わないといけないからな。のぞみさん、今までこいつが迷惑をかけて本当に申し訳なかった。今までかけた食費に関してはちゃんと支払うよ。母さんにもお金は返すから。俺が立て替えるけど、もちろん全てゆかに請求するからな。義兄の発言に怯える義兄嫁。義兄はそんな義兄嫁を引っ張っていき、義実家を後にした。のぞみ、本当にごめん。今までそんなにのぞみが苦しんでいたのに気づけなくて、いつも残業ばかりで帰るのが遅くて、お姉さんが家にしょっちゅう来てたなんて知らなくて。いいのよ、私も今まで黙っててごめん。あなたに心配かけないようにと我慢してしまっていたの。これからはちゃんと相談するから。ああ、夫婦でちゃんと話し合うようにしよう。私は夫に報告しなかったことを反省し、もっと夫を頼ることにした。その後、義兄は義兄嫁について詳しく調査したらしいのだが、そこで義兄嫁が不倫をしていることを知ったらしい。何でも義兄嫁は出会い系で知り合った大学生の男の子とママ活的なことをしていたらしい。だから義母からお金をもらい、そして家事をする時間がないから私に料理をたかっていたのだ。その事実を知った義兄は大激怒。もちろん離婚を突きつけて不倫による慰謝料も請求したそうだ。義兄嫁は専業主婦だから慰謝料は支払えないと言ったそうだが、彼女の両親が立て替えて支払ったらしい。その他に義兄嫁が義母からもらっていたお金や、私たちの家でたくさん食べた料理の食費も彼女のご両親が立て替えてくれた。そして義兄嫁を監視しながら、バイトをさせて、
建て替えた分の借金を少しずつご両親に返済するようにしたそうだ。本当に義兄嫁はどうしようもない人というか、そこまでありえないことをしていたのかと呆れてしまう。とりあえず私は無事に食費をもらえたのでよかった。これからも夫のためを思いながら料理を頑張り、そして何かあった時には必ずすぐに夫に相談しようと思う。今回のことはとても厄介だったが、それでもこれからの夫婦生活をより良くするための気づきを得られたと、前向きに考えていこうと思う。そしていつまでも夫と仲良く幸せな夫婦でいたいと思う。お前の荷物をどけろよな。そうすれば問題ないだろう。そうやって私に命令をしてきた。お前が寝る場所、廊下が空いてるだろう。ありえない発言をする夫。わかったわ。私はお望み通り、何があっても廊下で寝てやった。その後、彼らはとてつもなく後悔することに。私の名前はのぞみ、30歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して2年が経つ。私たちの出会いは仕事関係で、それぞれ働く会社が取引先で、私たちはその担当者同士だった。最初は彼ではない人が担当者だったのだが、途中で彼に代わり、その時に出会った。彼は仕事に一生懸命で真面目な人という印象だった。そして何度か仕事をした後、彼の方から仕事後にご飯に行かないかと誘ってきたことをきっかけに、私たちは連絡先を交換。それから私たちはプライベートでも会うようになり、交際が始まった。彼は私より2歳上で包容力があり、頼りがいがあった。デートの時もリードしてくれて、いつもかっこいい。紳士的で優しい彼は、とても素敵に見えた。そして私たちは交際を続けて2年ほどが経った頃に、結婚することになった。大好きな彼と結婚することが決まり、私はとても嬉しかった。それからお互いの両親に挨拶をして、両家の顔合わせを経て結婚式を挙げた。結婚式にはたくさんの人が参列してくれて、思い出深い式となった。父と母が泣く姿を見て、私は一つ親孝行ができたかなと嬉しく思った。そして新婚旅行に行き、帰国後に新婚生活を始めた私たち。新婚生活はとても楽しくて、私は毎日幸せを感じていた。毎朝目が覚めると夫が隣で寝ていて、夜も夫のことを、お帰りと言って出迎える。毎日一緒に食事をしてるだけで、とても幸せだった。休みの日はお互いに映画が好きなので、よく寝とふりで映画を見た。どちらかというと、インドアな私たちはおうち時間を充実させるために、ソファにこだわったり、映画鑑賞中に飲んだりするコーヒーにもこだわったりした。私はいろいろと勉強して、コーヒーの入れ方にも詳しくなったし、それに合わせてお菓子作りもよくしていた。夫は映画を見るときに、私が美味しい焼き菓子とコーヒーを入れて出すので、家にいながらカフェにいるみたいだと喜んでくれる。そんな風に私たちは夫婦仲良く幸せな日々を過ごしていた。あっという間に2年が経ち、これからも夫と楽しい思い出をたくさん作っていくんだろうなと私は思っていた。だが最近私を悩ませている存在がいる。それが義母だ。義両親とは今までは良好な関係を築けていた。夫は義実家が好きなので、定期的に顔を出しに行っていて、その際に私もたまについて行っていた。その時は義母も義父も優しかった。だがつい最近義父が病気で亡くなってしまった。葬儀やら何やらでいろいろと慌ただしい時間を過ごし、ようやく落ち着いたのだが、それからというもの義母がやたらと家に来るようになったのだ。マサト、来たわよ。ああ、母さんいらっしゃい。義母は休みの日にしょっちゅう遊びに来ていた。どうやら夫が家に呼んでいるらしい。
長男である夫に呼ばれて、義母はいつも嬉しそうにしていた。そして二人は毎回楽しそうに会話をするのだが、身内ネタが多く私はなかなか会話に入れない。さらに義母は私に対していろいろと文句を言ってくる。あなた、毎日こんなものを作ってるの？マサトがかわいそうじゃない。部屋も掃除が行き届いていないし、嫁失格よ。私たちは共働きなので、家事は分担をしていた。掃除は夫がメインでやっているし、料理は仕事に支障が出ないようになるべく簡単に済ませていた。だから私はよく作り置きなどを冷凍していたのだが、義母は勝手に家の冷蔵庫を開けて、冷凍室にある作り置きのものを見て文句を言ってきたのだ。ハンバーグなんて、その日に作れるでしょ。冷凍のものを出すなんてありえないわ。主婦なんだから、家事をサボっちゃダメでしょ。そうやって義母は言ってくるが、私だって会社員として働いている。それを義母は理解してくれないのだ。私も働いているので、こういうふうに工夫はさせてほしいです。私がそう言っても義母は、パート勤務のくせに忙しいというつもり。情けないわね、と言ってくる。何を勘違いしているのか、義母は私を正社員だと思っていないのだ。私はその度に会社員だということを説明するのだが、義母は全然聞く耳を持ってくれない。女性が会社員として活躍できるわけないんだから。そんな古いことを言って、全く信じてくれないのだ。そして困ったことに夫は義母の味方というか、マザコン的なところがあった。そのため私が義母について相談しても、義母を悪いとは思っていないようなのだ。母さんはおっちょこちょいだからな。古い考え方と言ったら嫌な印象だけど、古風な考え方を持っていると思えばいいじゃないか。そんなことを私に言ってくるのだが、そもそも論点がずれている。私はそうやって、古い考え方で私を否定してくることに文句を言っているのであって、別に義母の考え方をどう呼ぶかなんてどうでもいい。だが夫は私の思いを全く汲んではくれず、私は嫁いびりに耐えるしかなかった。すると義母はどんどん調子に乗り始め、さらに驚きの発言をした。私、この家に住もうかしら。え？冗談じゃない。どうしてそんなことを言い出すのか。毎回この家に遊びに来るのもなんだか疲れるのよね。だからいっそのこと、住んじゃおうかなって思って。そんなこと絶対にやめてほしい。私はそう思ったのだが、夫は当然賛成した。いいじゃんそれ。一緒に住もうよ。そうやって言う夫。私は義母が帰った後に夫と話をした。お母さんとの同居に賛成してたけど、部屋はどうするの？私たちの家は 2LDK で部屋は余っていないのよ。私たちは、寝室とお互いの荷物などを入れている物置部屋の2部屋を使っていた。だから、義母が来たところで生活できるスペースがない。夫は一体どうするつもりなのだろうか。すると夫はありえないことを言い出した。お前の荷物をどけろよな。そうすれば問題ないだろう。そうやって私に命令をしてきた。え？私は夫がいきなりそんなことを言ってきたことにも驚いたし、そして夫の態度にもびっくりした。どうして、そんな冷たい態度をいきなり取ってくるのだろうか。なんでそんなひどい言い方をするの？母さんがお前にいびられたって言ってたんだ。え？母さんのことを侮辱するような物言いをしたんだろう。私には全く身に覚えがなかった。義母に理不尽なことを言われて言い返すこととかはあったが、侮辱するような物言いはしていない。おそらく義母が私を貶めるためにそうやって言ったのだろう。私、侮辱するような物言いなんてしてないよ。嘘をつくな。嘘じゃないって。じゃあ、
母さんが嘘をついているっていうのか。そうよ、お母さんはデタラメを言っているわ。私がそう言うと夫は顔を真っ赤にして怒った。いい加減にしろ。やっぱり母さんの言っていた通り、お前の本性はひどいやつなんだな。どうして私のことを信じてくれないのよ。母さんの言うことの方が正しいに決まってるからだろう。とにかくお前の荷物は全部避けて母さんの荷物を入れるからな。寝室も俺と母さんが一緒に使う。え、じゃあ私はどこに寝ればいいの。お前が寝る場所、廊下が空いてるだろ。ありえない発言をする夫。わかったわ。本当に信じられない。どうしてそんなことができるのだろうか。私は夫に対して一気に愛情が冷めた。そして義母がやってくると、本当に私の荷物を避けて義母の荷物を入れた。さらには寝室も夫と義母が使い、私は寝る場所がなくなった。まさか本当に私を廊下で寝させようとするなんて。呆然と立ち尽くす私を見てニヤニヤする夫と義母。こんな奴らに屈してやるものか。私はお望み通り、何があっても廊下で寝てやった。その後、彼らはとてつもなく後悔することに。廊下で寝るにあたり、私は体が痛くならないように高級な寝袋を購入した。すると寝室で寝ていた時よりも快適に寝られた。これならなんとか生活ができそうだ。っていうか夫はいびきがすごいから寝られない時の方が多かったし、逆にいびきに悩まされなくて済むならいいかもしれない。そうやって前向きに捉えながら、もちろん義母と夫に対する復讐をすることは心に決めていた。それから私は、毎日のようにされる嫁いびりの記録をつけていった。義母は大声で私を罵倒するので、録音もしやすかった。日記も毎日つけて、今日も廊下で寝させられたと、本当は快適だが辛いことのように書いた。そしてそれから3ヶ月ほどが経った頃、ある日夫が仕事の同僚を連れてきた。どうやら飲みに行った後、さらに盛り上がり宅飲みをしようということになったようだ。義母はここぞとばかりに猫をかぶって、夫の同僚にいい顔をしていた。お前のお母さん優しい人なんだな。そんなことを同僚の人に言われて、夫は満足そうにしていた。私は料理を作って食べさせたり、お酒を用意したりして忙しかった。彼らはそのまま盛り上がり、結局同僚の人は泊まっていくことになった。ゲスト用の部屋はないことを伝えると、そんなの全然気にしなくていいですよ、と言い、雑魚寝でも大丈夫と言った。だがさすがにお客さんに床で寝させるわけにはいかないので、ソファで寝てもらうことに。このソファはいい素材だから、そこまで腰は痛くならないだろう。私たちがソファで寝ることを勧めると、夫の同僚はありがたく好意を受け取り、ソファで寝ることにしてくれた。夫と義母は酒を飲みすぎたのとずっと喋りっぱなしで疲れたのか、眠そうにしながら寝室へと行った。私は後片付けをした後に、いつものように廊下で寝袋を用意していた。さらに忘れないように、夫と義母から受けた嫁いびりの記録を書いていた。すると、トイレをしに夫の同僚が居間のドアを開けて廊下にやってきたのだ。うわ、びっくりした。奥さん何をしてるんですか？私はここで寝るのがいつもの習慣となっていたので、場所を移したりすることを忘れていた。だが同時にこれはチャンスだと思った。私はいつも廊下で寝るように言われてて。夫の同僚はお酒はもう抜けていたようで、私の話を冷静に聞いていた。あいつ、そんなことをさせてるんですか？ええ。部屋数が少ないからお母さんの荷物を入れて、お前の荷物は外に出すって言われて。一緒に使っていた寝室も、母さんと寝るようにするからって、
私は廊下に締め出されました。ええ、あいつ気持ち悪いな。同僚の人は私の話を聞いてドン引きしていた。そして私が書いているものが気になったようだ。それは何を書いてるんですか？ああ、これは毎日の嫁いびりの記録でして。こういうのがあると離婚に有利なんです。なるほど。ちょっと見せてもらっていいですか？ええ、どうぞ。私はそう言って彼に日記を見せた。彼はパラパラとめくりながら内容を見ていく。そして私に日記を返すとため息をついていた。お母さんも相当ひどいんですね。正直言って、あいつがこんな最低なやつだとは思いませんでした。早く別れた方がいいと思います。弁護士の知り合いとかいるんで、よかったら協力しますよ。ありがとうございます。これはとてもラッキーだった。彼は夫と義母が私に嫁いびりをしていることを目撃しているようなものだ。だから実際に私が嫁いびりを受けていることを証明できる人がいるということだ。これは離婚の際にかなり有利に働くだろう。そして彼は会社の仕事用の名刺を渡してくれた。弁護士を紹介してほしい場合に、このメールアドレスに送ればいいそうだ。直接 LINE などを交換せずに名刺を渡してくるあたり、配慮ができていて素晴らしい。営業をしているそうなのだが、かなり仕事ができる人な気がする。夫の同僚は翌朝、すぐに帰っていった。義母と夫がニコニコしながら朝食もどうかと誘ったが、顔を引きつらせながら断っていた。まあ彼らの本性を知っていたら、相当に気持ち悪いと感じるだろう。同僚の人が帰った後、義母と夫は私に、あんたは客をもてなす態度がなっていないよ、などと文句を言ってきた。普通は朝食を先に作って、すぐに食べられる状況にしないとダメだろう。今から用意するって状況だったら、みんな遠慮して帰っちゃうんだからな。そうやって責めてくるが、そもそも同僚の人は早く帰りたそうにしていたから、私は朝食をあえて用意しなかったのだ。お門違いなことを言い続ける二人に、私はもう限界を感じていた。私はすぐに同僚の方にメールをして、弁護士を紹介してもらうことに。弁護士の方に今までの嫁いびりの記録を見せると、夫の遊跡で離婚ができるだけじゃなく、モラハラで慰謝料をもらうこともできると言われた。私はすぐに離婚することにして、役所に行って離婚届を取りに行き、家に帰ると夫に離婚届を突きつけた。もうこの生活には耐えられないわ。離婚してちょうだい。私がそう言うと、夫は驚いていた。だが義母はとても喜んでいた。いいじゃないか。厄介者を追い払えて。マサトにはもっといい人がいると思ってたんだよ。会社で働く若い女性と再婚して、子供も早く産んでもらえばいいんだよ。そんなことを言ってくる義母。そして夫もその気になり、私との離婚に乗り気になった。確かにそうだな。お前とは別れることにするよ。そう言って離婚届に記入をする夫。じゃあ、今提出してくるわ。それで荷物をまとめて出ていくから。私がそう言うと、二人はとても満足そうな顔をしていた。今日はお祝いね。特上寿司でも頼みましょう。私は嬉しそうに話す二人を横目に、家を出て役所に離婚届を提出した。これでやっとあの家から解放される。離婚届を出したことで、私はすごく心が軽くなった。そして家に戻り荷物をまとめた。じゃあ、これでお前とはもう会うことはないな。独り身になって困っても私たちを頼らないでよね。そう言って馬鹿にしてくる二人。私は玄関先で彼らにこう言い返してやった。
私が気持ち悪いマザコン野郎と、そのアホな親に頼るわけないじゃない。なんだと？あんた、なんてことを言うの？私の悪口に顔を真っ赤にさせる義母と夫。本当のことを言ったまでですよ。私をずっといびってきたこと、許しませんから。弁護士も雇っているので、モラハラで訴えますから。私がそう言うと二人はとても動揺していた。な、待てよ、訴えるって本気か？私たち、そんなにひどいことしてないじゃない。自覚がないなら、なおさら痛い目に遭って気づいてもらった方がいいですね。とにかく内容証明を送るので、それで詳しいことは確認してください。顔を青くしたまま黙り込む二人。私は心の中でガッツポーズをしながら家を後にした。彼らの困った顔は今思い出しても笑える。そしてその後、私は弁護士を通して元夫にモラハラによる慰謝料を請求した。十分な証拠が残っているため、元夫は支払いをせざるを得なかった。またあの同僚の人が今回の経緯や、元夫のありえない言動を会社内に広めてくれたため、元夫は職場の人たちから冷たい目で見られるようになったそうだ。最低なモラハラマザコン野郎と周りから陰で呼ばれ、肩身の狭い思いをしているそうだ。だが慰謝料の支払いもあるし、なんなら義母との生活費と家賃も元夫の給料だけで賄わなければならない。そこまで給料が高いわけでもない上に、出世が見込めなくなった元夫にとって今は相当辛い状況だろう。だが全部元夫の自業自得だし、本当にいい気味だ。一方、私は職場近くの単身用のマンションに住み始めて、とても快適な日々を過ごしている。会社から家が近いので、ギリギリまで残業をすることができ、仕事での結果も残せている。しばらくは仕事中心の日々を過ごしながら、キャリアアップを目指していこうと思う。母さんたち、ゆっくりしていってくれよ。今回は3週間泊まるってことは、ちゃんとのぞみに言ってるから。のぞみさん、いつも悪いわね。でも私たちが来ることは、のぞみさんのためにもなってるんだから、文句はないわよね。はい、大丈夫ですよ。文句もありません。今回で最後ですから。え？夫と義両親は同時にそう言ってポカンとした顔を見せた。私は気にせずに、離婚届を引き出しから取り出して夫に突きつけた。あなたとはもうやっていけないって言ってるのよ。だから、離婚してちょうだい。私の名前はのぞみ、32歳の専業主婦。夫のマサトとは結婚して2年が経つ。私と夫は同じ会社で働く同僚だった。最初は特に恋愛感情は抱かなかったのだが、一緒のプロジェクトをやって長い時間2人でいるようになってから、急速に距離が縮まった。それから交際が始まり、私たちは順調に交際を重ねた後に結婚に至った。夫が結婚したら家庭に入ってほしいと言ったので、私は結婚を機に会社を寿退社した。それから私たちの結婚生活がスタート。新婚生活はとても幸せだった。私が家事をやり、夫が働いて役割分担をしながら夫婦としての時間を過ごした。そして幸せのまま1年が過ぎ、私は妊娠。夫も子供ができたことをとても喜んでいた。現在は1歳の娘のサナを育てながら家族3人で暮らしている。だが最近夫は会社の昇進候補に上がっているとのことで、残業や休日出勤が多いようだ。家族での時間がなかなか取れないのは寂しいが、子供ができてお金は必要になるので、夫が昇進候補に上がっているのはありがたいし、頑張ってほしいと思う。しかしそんな風に割り切っていても、やはり必要最低限のやりとりは望んでしまう。
いつもなら夫は遅くなるときは必ず連絡をくれていた。だが最近はなかなか連絡をくれなくなった。晩ご飯はいるのかいらないのか。終電には間に合うのか間に合わないのか。そういった連絡くらいは欲しい。私が心配になってメッセージを送っても返事は来ない状態で、不安な状態で待っていると、0時を過ぎた頃に帰宅してくる。我慢しなきゃと思いながらも、こっちからの連絡に返事もないのは嫌だという気持ちが溢れ出て、つい文句を言ってしまう。お帰り、残業で遅くなるなら連絡欲しいよ。仕事で忙しい時に返事なんてできるかよ。残業で遅くなるってメッセージを返すのは1分もかからないでしょ。1分も休めないほど忙しく働いてるの。ああ、そうだよ。悪いか。開き直ってこのような態度を取る夫。わかったわよ。晩ご飯は？食べてきたからいい。え、冷蔵庫から取り出して温めようとすると、そのように言って風呂場へと行ってしまう夫。だったら晩ご飯いらないって連絡をよこせよ。こういうふうに振り回されるのは、なんだか夫が主婦を軽んじているような気がして腹が立つ。その後も私は何度か夫とこういうちょっとした喧嘩を重ねることが増えていった。結婚生活が続くと、だんだんとこういう関係になっていくのかと悲しくもなる。娘が生まれたばかりの時は、夫はものすごく喜んでくれていたのにな。仕事があまりにも忙しすぎて変わってしまったのだろうか。夫は立ち会い出産ではなかったものの、娘が生まれてすぐに病院にも来てくれた。両家の両親も孫の誕生を嬉しそうにしていて、本当に幸せな空気が流れていたと思う。それなのに、それから1年ほどで夫の態度がこんなに変わってしまうなんて。私は少しでも夫婦としての関係を改善しようと、夫と話し合う機会を作ろうとした。仕事が忙しいのはわかるんだけど、やっぱり家族あっての仕事だと思うの。だから残業は仕方ないにしても、休日の時はちゃんと家族で過ごさない。夫は休みの日はいつも部屋にこもっているか、リビングでソファーに横になってぐうたらしているだけだ。ドライブとか、そういう夫が疲れることはしなくてもいいから、近くの公園に行くとかショッピングモールに行くくらいのことはしたい。今は娘が1歳だからいいが、成長していって喋れるようになり、一緒に父親と遊びたいと言った時に、夫が忙しいからと断る姿を見ることになるのはとても寂しいし、娘が悲しむ姿を見るのも心苦しくなるだろう。だから今のうちに少しでも夫に家族で過ごす時間の大切さを覚えてほしいのだ。私が必死でこのように説得するも、夫は俺は忙しいんだよ、と一蹴。全く私の話に聞く耳を持ってくれなかった。それどころか夫はありえないことを言い出したのだ。そんなに一人でいるのが寂しいなら、父さんと母さんを呼ぶよ。え、私の両親ってこと？何言ってんだよ、ちげえよ。お前の親は遠方に住んでるんだから、なかなか来れないだろ。俺の親だよ。え、うんうん、それがいいな。お前は寂しさが紛れて、俺は親に孫と会わせられて親孝行ができる。一石二鳥じゃないか。ちょっと待ってよ。そんなことを望んでるわけじゃないんだけど。遠慮するなって。早速母さんたちに連絡するよ。夫はそう言って義両親に電話をし始めた。そしてその次の日には義両親が我が家にやってきてしまった。サナちゃんはどこだい？まずは俺が抱っこする。何言ってるの、私が先よ。あの、今寝かせたばかりなので静かにしてください。私の話など全く聞かずに娘を取り合い、無理やり抱っこして娘を起こしてしまう義両親。つい5分前に眠ったばかりなのに義両親に起こされて泣いてしまった。
娘が大泣きすると、二人とも私に押し付けて居間に行ってしまう。娘をあやしてやっと眠らせた後に、居間に行くと、お茶を入れてちょうだいと言い出す義両親。ここはあんたたちの家じゃないんだけど、と思いながら仕方なくお茶を入れる。その時、私は義両親がかなり大きな荷物を持っていることに気づいた。お母さんたち、一体何を持ってきたんですか？すると、とんでもない回答が来た。何って、着替えとかだよ。これからしばらく泊まるんだから。え、私は絶句してしまった。すぐに夫にラインを送り、電話もした。昼休憩の時間を狙って鬼電をすると、やっと夫がめんどくさそうな声で電話に出た。何なんだよ、さっきから。ちょっと、お母さんたちが泊まるなんて聞いてないんだけど。日中に遊びに来るだけなんじゃないの？はあ？だって俺は帰るのがいつも遅いんだから、夜までいてもらってそのまま泊まってもらう方がいいだろう。いや、でもしばらく泊まるとか言ってるけど、一体どれくらいの期間泊まるのよ。まあ2週間くらい。え、そんなに。何言ってんだよ。お前のために来てくれてるんだ。感謝しろよ。そう言って夫は電話を切ってしまった。それからはラインを送っても返事が来ることはなかった。この時のことがきっかけで、義両親はほぼ毎月2週間という期間、我が家に泊まっていくようになった。娘をあやしたりして面倒は見てくれるものの、飽きたら放置だし、娘が泣いたら私を呼ぶ。そしてもちろん家事は一切してくれず、好き勝手に部屋を汚す。彼らが持ってきた服の洗濯や食事の用意もすべて私一人で行わなければならない。本来なら娘の子育てだけで済むところを、義両親の対応も追加されるので、むしろ私の疲労度は今までよりもアップしている。だが夫は、これで寂しい思いしなくて済んでるだろ、となぜか満足げな顔。自分がいない間に義両親がいることで、私が助かっていると思っているらしい。私が、もうお母さんたちを呼ばなくてもいいよ、と断っても、遠慮しなくていいよ、と言って全くこちらの話を聞いてくれない。そして毎月適当なタイミングで、今週末から、また母さんたち来てくれるから、と言ってくる。私はさすがに限界が来て強めに断った。もういいよ、お母さんたち呼ばないで。はあ？なんでだよ。お母さんたちが来ると大変なのよ。子育ての上に大人二人の世話も増えて。なんだよ、その言い方。俺はお前のためを思って、母さんたちを呼んでるんだぞ。私が望んでるのは、あなたとサナと親子で過ごす時間なのよ。ただ一人が寂しいとかそういうことじゃないの。なんだよ、わがままだな。俺は忙しいって言ってんだろ。だから母さんたちを呼んでるんじゃないか。お母さんたちが来たら私は気を使わなきゃいけないし、家事の負担も増えるのよ。それに食費とかの生活費だって増えていってるんだから。そんなの、お前がうまくやりくりすればいいだろ。母さんたちのせいにするんじゃねえよ。とにかく母さんたちには今月も来てもらうからな。母さんも父さんもこの家を気に入ってるし、サナと会えることも楽しみにしてるからな。そんな。そう言って夫はまた義両親が泊まりに来ることを許可してしまった。そして当たり前のようにやってくる義両親。最近はここでの生活に慣れたのか、厚かましい要求も増えてきた。ちょっとのぞみさん、朝食は和食にしてちょうだい。のぞみさん、ちょっと買い物頼むわ。ネットで頼んだもの受け取っておいてくれ。そうだ、この部屋にある家具を捨ててもっと広くしましょう。それいいな。そうすれば布団を敷いても狭くならない。その部屋はあんたたちの部屋じゃないし、私はあんたたちの家政婦じゃない。
私のイライラはどんどん募っていった。さすがに我慢の限界だ。私は今月の義両親のお泊まりウィークが終わったタイミングで夫と話し合うことに。もう無理。あなたの親を呼ぶのはもうやめにして。は？またかよ。お前は本当にわがままだな。わがままなのはお母さんたちよ。あれじゃあ子供が3人いるのと同じよ。なんだよその言い方。母さんたちはお前のために来てくれてるんだぞ。違うでしょ。この家にいたら楽できるからでしょ。私のためを思うならもうこの家には来ないでほしいわ。おい、ふざけんなよ。俺の親をそうやって邪険に扱うなんて許さないぞ。それにもうこの家に来るなって、俺の親が孫と会う機会を奪うっていうのか。だったらあなたがサナを連れて実家に顔を出せばいいでしょ。俺はいつも仕事で忙しいって言ってるだろ。休日だって出勤しなきゃいけない日が増えてるんだからな。夫は私が何を言っても仕事を理由にして聞き入れてくれない。そんなに仕事が忙しいってありえないだろう。私は夫にそこまで仕事を押し付ける会社にも腹が立ってきた。いくら昇進候補にされているからといってここまで働かせるのは労働基準法に違反してるんじゃないか。そんなことまで思いながら私は久しぶりに元同僚に連絡を取った。今ってすごく忙しいの？私が会社にいた時のピーク以上に夫は忙しそうにしてるんだけど。私がそう聞くと同僚から意外な返答が来た。え、別にここ数年のぞみがいた時と忙しさに変わりはないけど。え、そうなの？夫はいつも残業で0時過ぎに帰ってくるし、休日出勤も頻繁にあるんだけど。ええ、マサト君が？いやいや、マサト君なんて残業どころかいつも定時で帰ってるけど、のぞみが美味しい晩ご飯を作って待ってるのでとか言ってたから夫婦仲睦まじい関係だと思ってたんだけど。嘘でしょ。そんなこと言ってたの？元同僚も自分で説明していて、夫が私に隠し事をしていることを悟ったようだ。私ちょっとマサト君の動向を注意深く見ておくね。元同僚がそう言ってくれたので会社での夫のことは元同僚に任せることにし、私は家での夫の動向を細かくチェックすることに。残業や休日出勤だと嘘ついて家にいないということはまあ考えたくはないが、不倫をしている可能性が高いだろう。私は確実な証拠を得るために興信所にも調査を依頼することにした。家での夫の動きを注意深く観察していると、私はあることに気づいた。それはどんなに家でダラダラしていてもスマホだけは必ずポケットに入れているのだ。トイレだろうがお風呂だろうが必ずスマホは持ち歩いている。昔の夫は今のテーブルに置きっぱなしにしていたことが多かったはずだ。いつもあれ、俺、スマホどこだっけと寝室でそう言ってベッドの下とか探した後に今に置いてあるのを私が見つけて持っていくという流れが定番だった。そしてつい最近だとヒゲ脱毛をしようかなとか意識が高い系の発言もしていた。流行りに乗っかろうとしてるのかなと少し前の私ならスルーしていただろうが、不倫を疑っている今は全てが不倫相手によく思われようとしての行動のように感じる。夫への疑念が生じると義両親を招き入れて世話をするのが本当に億劫になる。どうして夫が他の女と遊んでいる間に私は他人の親の対応をしなければいけないのだろうか。そんなことまで思うようになった。そして夫の不倫を疑うようになってから2週間ほどが経った頃、興信所から調査結果が届いた。結論から言うと夫は不倫をしていた。相手は同じ会社で働く後輩のようだ。さらには元同僚からも夫の動向について情報を得た。
二人はかなり仲良さそうにしていて、ランチなどもよく一緒に行っているようだ。私はこれらの証拠を持って夫と離婚することに決めた。まずは職探しだ。これからシングルマザーとして娘を一人で養っていかなければならない。私は親に事情を説明して、母親に来てもらい、日中に娘の面倒を見てもらっている間に面接を片っ端から受けた。すると正社員として採用してもらえる会社が現れて、私は仕事に就けることに。次は娘と住む部屋探しだ。これについてはすぐに見つかった。元同僚が自分の住むマンションに空き部屋が出たと教えてくれた。前に元同僚の部屋に遊びに行った時に、部屋の雰囲気や間取りがとても良かったのと、家賃が思っているより安いので、羨ましいと思っていたのだ。私はすぐに不動産会社に連絡し、内見をして部屋の契約を結んだ。これで準備は万端だ。早速夫を地獄に落としてやろう。そんな風に離婚計画を立てていると、ある日、夫が私に話しかけてきた。今週も母さんたち、泊まりに来るから。あら、そうなのね。もう私には関係なくなるので、反対しようとも思わない。今週はさ、俺、出張があってしばらく家に帰らないんだ。へえ、そうなんだ。あの会社では出張なんてなかったはずだ。きっと不倫相手と旅行にでも行くんだろう。それで、俺がいない間に母さんたちには負担をかけるから、今回は3週間泊まってもらうから。これでお前も寂しくないだろう。ええ、そうね。嬉しいわ。あなたを地獄に落とすのが、と思わず言いそうになったが、なんとか我慢した。夫は明らかにウキウキしている。こうやって注意深く見ると、本当にわかりやすいんだな。今まで気づかなかったのは、私がそれだけ夫のことを愛していて信じていたからなんだろうな。でももう夫に対しての愛情は一切ない。きれいさっぱりと縁を切ろう。そして数日後、義両親がやってきた。お母さんたち、思ったよりも早く来たんですね。今日からマサトが出張なんだろう。だったら、顔見ておこうと思ってね。母さんたち、ゆっくりして行ってくれよ。今回は3週間泊まるってことは、ちゃんとのぞみに言ってるから。のぞみさん、いつも悪いわね。いえ、気にしないでください。でも私たちが来ることは、のぞみさんのためにもなってるんだから文句はないわよね。義両親と私のやりとりを見ながら、夫はスーツケースを用意して、じゃあ行ってくるよ、と言った。私はそれを無視して義両親の顔を見てこう言ってやった。はい。大丈夫ですよ。文句もありません。今回で最後ですから。え？夫と義両親は同時にそう言って、ポカンとした顔を見せた。のぞみ、最後ってどういう意味だ？文字通りの意味よ。私、今日限りでこの家を出ていくから。はあ？出ていくって何言ってんだお前。そうよ。あなた、非常識すぎるわよ。いきなり、なんてこと言い出すんだ。夫と義両親は顔を真っ赤にして怒っている。私は気にせずに離婚届を引き出しから取り出して、夫に突きつけた。あなたとはもうやっていけないって言ってるのよ。だから離婚してちょうだい。離婚。夫はかなり動揺していた。どうして離婚なんだよ。義両親も驚いている。何がそんなに不満だったの。ちゃんと話し合うべきだ。お母さんたちは知っているか知りませんが、もう修復は無理な状況に来ています。私はそう言って高信所からもらった不倫の証拠写真をテーブルに広げた。夫はそれを見て顔面蒼白。義両親は目を見開いて驚いている。
不倫するような人と結婚生活なんて続けられないですよね。だから離婚します。慰謝料も養育費も請求しますから。そんな。夫は動揺しながらも必死にすがってきた。待ってくれ。確かに不倫はしたが、魔が差しただけだ。この写真の時以外はこの女とは会っていない。信じてくれ。お前だって離婚になったら住む場所や仕事とか困るだろう。よくもまあそんな嘘をペラペラと言えるものだ。その発言自体がもう信用をなくすものだ。会社の後輩との不倫なのに会ってないっておかしくない？それにあなた、今日から出張って言ってるけど、元同僚に聞いたらあなた今日から有給を取って連休状態だそうね。嘘ついて誰とどこに行くのかしら。私がそう言うと、夫は冷や汗をだらだらしながら黙り込んでしまった。義両親もまさか自分の息子が不倫をしていたとは思わなかったようで、言葉を失っている。あとあなたが言ってたことだけど、私もう仕事も新しく住む場所も決めてきたから、何の問題はないわ。え？だからさっさと離婚届にサインしてね。拒否するなら、調停でも何でもして争うから。そう言って私はあらかじめまとめておいた荷物を持ち、娘を連れて家を出た。夫はその場でうなだれていて、義両親は呆然と立ち尽くしていた。その後、十分すぎる証拠のおかげで夫有責での離婚が成立。不倫相手と元夫から慰謝料を支払ってもらった。元夫は慰謝料を支払ってお金が厳しくなったので、養育費は分割となった。だが少しでも支払いが滞ったら、弁護士を通して叱るべき対応を取ろうと思う。ちなみに元夫の不倫騒動は当たり前だが職場中に広まり、不倫相手は居場所がなくなり自主退職したそうだ。そして元夫は愛妻家を気取っていたので、職場の人たちからは想像以上に冷たく当たられているらしい。だが慰謝料を支払って金もないし、養育費も支払わないといけないので、仕事は辞められないそうだ。そして義両親は、今まで半月以上も息子の家に泊まって生活費を浮かしたり、家事をサボっていたので、いざ昔の生活に戻ったところ、生活費が思っていたよりもかかったり、家事が大変だったりで困っているらしい。どうやら今までは、私たちの家に来て浮かせた生活費分のお金で贅沢をしていたらしく、その時の金銭感覚が抜けないそうだ。元夫からは両親も困っているから、また戻ってきてほしいとメールが来ていたが、全部無視して電話番号も LINE もブロックしてやった。一方、私は順調に仕事をスタートし、娘も保育園に預けてシングルマザーとして頑張っている。元同僚とは休日にお互いの部屋を行き来したりして遊んでいて、元同僚は娘のことを可愛がってくれている。いざという時に頼れる大人が近くにいてくれるのはとてもありがたい。これからも私は娘のために一生懸命働きながら、自分の人生も充実させていこうと思う。お前は家族じゃないんだよ。さっさとここから出ていけ。そう言って私を追い出そうとする義母。勝ち誇った顔をする義母だが、私がそれで困るとでも思っているのだろうか。私は笑顔で、わかりましたと言い、カバンから離婚届を取り出した。顔を真っ青にする夫。これからは全部あなたが負担することになるけど、頑張ってね。私の名前はのぞみ、35歳の会社員だ。夫のまさととは結婚して3年になる。だがよく3年も持ったと自分を褒めてあげたい。夫との結婚生活は、私が理想に思っていた生活とは違った。まず夫は家事を全くしなかった。料理は包丁を触ることが怖いと言って何もしてくれない。せめて掃除や洗濯をしてほしいと言っても、できないものはできないと言って、やろうとしないのだ。
だから私がしびれを切らしてやらなければいけない。仕事で疲れた体に鞭を打って家事をするのは本当に大変で、毎日ヘトヘトだ。結婚当初からそんな生活を送っていた私だが、離婚をしなかったのにはある理由がある。それは夫と交際をしていた頃に遡る。私は父を幼い頃に亡くし、母子家庭で育った。母とは親子仲良くしながら、どんなことも二人で乗り越えてきた。だからこそ母とはとても濃い時間を過ごして絆も深かった。母は会社員として一生懸命に働き、私のことを養ってくれた。そんな母に恩返しがしたくて、私はいい大学に行き、いい会社に就職。そして就職してからは母を旅行に連れて行ったり、高級レストランに連れて行ったりした。そんな風に親子仲良く幸せな日々を過ごしていたのだが、私が30歳の時に母は心筋梗塞で倒れて、そのまま亡くなってしまったのだ。私は悲しみに暮れて絶望した。母にもっと親孝行をしたかったのに。まだ花嫁姿も見せていなかったのに。やり残したことがたくさんある状態で、母とお別れになってしまった。それからの私は本当に精神的にボロボロだった。仕事はしっかりとするが、家に帰ると寂しくて悲しくて毎日泣いていた。そんな中で出会ったのが夫だ。夫は取引先の担当者だった。前々から面識はあったのだが、私が元気がないのが気になっていたらしい。いつものように打ち合わせをしていると、打ち合わせ後にいきなりお昼に誘ってきたのだ。ここ、僕のおすすめの定食屋なんですよ。おかみさんが作る、温かい家庭料理という感じがするんです。そう言って私を定食屋に連れ出した彼。しばらく料理をする気にもなれなくて、ずっとカップ麺とかコンビニ弁当で済ませていたから、久しぶりに手の込んだ家庭料理を食べてとても感動した。あの、大丈夫ですか？え？いや、その、なんだか元気がないなって思っていたので。彼にそのように言われて私は驚いた。仕事中は一切そういった落ち込んだり悲しんでいる素振りは見せていないつもりだった。だけれど彼に見抜かれてしまい、私はそこで初めて誰かに話そうという気になった。このまま自分一人で抱えることは難しい。その日の夜、私の方から彼を居酒屋に誘い、すべてを話した。そうだったんですか。お母さんを亡くされていたんですね。私にとって本当に大事な存在だったので、失ってから今まで本当に辛くて、油断していると悲しみに押しつぶされてしまいそうになるんです。私がそのように言うと、彼は優しく私にこう言った。そんな辛い思いをしているのに話してくれてありがとうございます。よかったらその苦しみを私にも分けてくれませんか？私に話すことで少しでものぞみさんが楽になってもらえたらいいなって思っています。彼にいきなりそんなことを言われて、私の中で張り詰めていた糸が切れた。そして私は思いっきり泣いてしまった。なんだか危ないなと思っていたから、個室の席にしておいて本当に良かったと思う。彼は私にそっとハンカチを差し出してくれて、私の前では気にせず泣いていいですから、と言ってくれたのだ。それから私たちは頻繁に二人で会うようになり、そして自然と交際がスタート。そして順調に交際を進めていき、結婚に至ったのだ。夫は悲しみに暮れていた私に、生きる希望を与えてくれた人だったのだ。だから私は夫のことが大好きだったし、簡単に離婚をしようとは思わなかった。家事をしてくれないだけで、性格的にひどいところがあるというわけでもない。すべてが完全な夫婦だって存在しないのだから、譲歩しないといけない部分はあるだろう。そのため、私は結婚当初から夫が家事を全くしてくれなくても、離婚には至らなかった。だがそんな中で私には、
さらに結婚生活を続けるか迷うような存在が現れた。それは義母だ。義母は結婚当初から私のことを嫌っている印象があった。え、あなた母子家庭なの？しかももう親もいないなんて、なんか信用できないわね。結婚の挨拶でいきなりそんなことを言われて、私はびっくりしてしまった。その時は義父が、お前はなんて失礼なことを言ってるんだ、と怒ってくれたのでおとなしくなったが、この時から私は義母のことが苦手になっていた。そして義実家に遊びに行くと、義母は必ず私に嫌味を言ってくるのだ。まったく、地味な嫁をもらってマサトがかわいそうだよ。せめてもっとかわいい人だったらよかったのに。そんなことを私の目の前で平気で言ってくるので、私は本当に義母が嫌だった。そういう時も毎回義父が間に入ってくれるので、とりあえずは大喧嘩とかにならずに済んだのだが、つい最近、その義父が足腰を悪くして介護が必要な状態になってしまった。すると、義母が私たちに同居を迫ってきたのだ。私一人でお父さんの世話をしながら、家事もするのは無理なのよ。お願い、協力してちょうだい。義母は私たちにそうやって泣きついてきた。夫は放っておくことはできないと言い、私に同居をしようと同意を求めてきた。私は義母との同居は嫌だったが、状況が状況だ。義父にはいつも助けられてきたし、こういう時こそ身内が助けてあげないとと思った。私にすでに家族がいなかったからというのもあったと思う。いつ家族がいなくなってしまうかわからない。だから夫には後悔をしてほしくないと思い、私は同居を承諾したのだ。だがそれは案の定失敗だった。義母は同居を頼んできた時は優しかったのに、同居がいざ始まると私をいびってきた。どうしてあんたの方がマサトよりも帰りが遅いの？普通は嫁が先に帰ってくるものでしょう。そんなこともわからないのかい？私は独身時代に仕事をかなり頑張っていたおかげで、それなりにいいポジションについていた。だから残業をすることは当たり前の状態だったのだ。一方で夫は結婚してからわかったのだが、かなり給料が低かった。そして夫は昇進とかしていないので、結婚してからも収入は低いままだったのだ。だがそんな中で、私はいきなり義母から驚きの発言をされた。あんたはマサトよりも稼ぎが少ないのに、どうして仕事を続けているの？え？マサトの稼ぎがあれば専業主婦になれるでしょ。それなのに働いているってなんか怪しいわね。私は夫の方を見た。すると夫は慌てた様子で話に入ってきた。俺がのぞみにも働くように頼んでるんだよ。ほら、今後子供が生まれたりしたら金が必要になるだろう。そのための貯金をしてもらってるってわけ。夫がそのように言うと、義母は納得した表情を浮かべた。なるほどね。それならそうとあなたも早く言いなさいよ。ただびっくりしたような顔をして、意味わかんないわ。私がびっくりするのも無理はないだろう。私は夫をじっと見た。夫はとても気まずそうにしている。そして食事の後、私は寝室で夫を問い詰めた。さっきのお母さんの発言ってどういうこと？稼ぎが多いのは私の方だよね。だから生活費も私がすべて出しているんじゃない。それで将来のための貯金はあなたの稼ぎから貯めているでしょ。どうしてお母さんは全く逆の認識でいるの？私が問い詰めると夫は、そう、それは、と言い、もじもじしながら話し始めた。母さんにとっては俺が自慢の息子なんだよ。俺は勉強はできて、大学はかなりレベルの高い難関大学を卒業した。そんな俺を母さんはご近所とかに自慢して回ったんだ。だけど就職はなかなか決まらず、採用されたところでも給料は低いままだ。でも俺を周りに自慢している母さんが悲しむ顔を見たくなくて、嘘をついてるんだ。嘘ってどんな嘘よ？そう、
それは俺が大手企業で勤めていることだよ。それで収入についても、のぞみの給料を俺の給料として伝えてるんだ。私は夫にそう言われて呆れてしまった。母親を大事にすることは素晴らしいことだ。だがそんな嘘をつく必要は果たしてあるのだろうか。頼む。母さんと父さんには本当のことは黙っていてくれないか。え、それってつまり私の方が給料が低いふりをしろってこと？そうなるな。頼むよ。本当のことを言った方が楽になれる気がするけど。そこをなんとか頼むよ。男にはプライドってものがあるんだ。一体何のプライドなのかよくわからなかったが、夫は一歩も引く気はなさそうだった。だから私が折れるしかなかった。そして夫の言う通りに話を合わせていたのだが、義母による私への罵倒は日に日に耐えられないものとなっていった。学歴も収入も低いなんて本当にどうしようもないわよね。どうせあなたの給料を貯金したって大した額にならないんでしょ。本当は違うのに。私は喉まででかかったが、夫から視線を感じ言うのはやめた。だがそれから少し経って思いもよらない出来事が起きてしまった。それは義父が亡くなってしまったことだ。義父は介護が必要になってずっと家にいるようになってからも私のことを守ってくれていた。だがもう守ってくれる人はいない。そして義母はここぞとばかりに私のことを罵倒してきた。私は平日は仕事と家事に追われていて手伝えなかったが、土日は義父の介護もしていた。それなのにどうして罵倒されなければいけないのだろうか。そしてさらには義母はとある計画を立て始めた。せっかく遺産が入ったんですもの、新しく家を購入しない？もっと快適な部屋に住みましょうよ。義母はいきなりそのように言ってきた。もしかして義父が亡くなったのにまだ一緒に住むつもりなのだろうか。すると夫も義母の話にノリノリだった。いいね、そうしようよ。そして夫と義母は勝手に二人で不動産屋に通うようになったのだ。私は唖然とした。嫁である私には意見すら聞いてこないのか。そして夫は私が生活費をすべて支払っていることを忘れているのだろうか。せめて夫くらいは私のことを気にかけてくれてもいいものだが。しかし夫は新居を構えるということに浮かれており、私のことなど見えていない様子だった。そして夫と義母はついに新居を契約してしまった。まあ契約をしてしまったのなら仕方ない。私も引っ越しの準備のために荷物をまとめていた。だが引っ越しが近くなってきた頃、義母はいきなりとんでもないことを言い出した。あんた何してるんだい？まさかあんたも一緒に新居に行けるなんて思ってるんじゃないでしょうね。え？あの家は私とマサトのための家なんだよ。稼ぎも低くて家事もまともにできない女に住む権利はないんだからね。そんな私も家族として。お前は家族じゃないんだよ。さっさとここから出ていけ。そう言って私を追い出そうとする義母。この時私の中で何かが切れた。今までは夫が家族と仲良くできるように後悔しないようにといろいろと協力してきたが、もう我慢ならない。勝ち誇った顔をする義母だが、私がそれで困るとでも思っているのだろうか。私は笑顔で「わかりました」と言い、カバンから離婚届を取り出した。そして私をかばうこともしない夫に突きつけてやった。顔を真っ青にする夫。どうして離婚届なんか。今までも私はあなたやお母さんに幻滅してきた。だからいつか許容範囲を超えてきた時にすぐに離婚できるように持ってたのよ。私がそう言うと義母がニヤッと笑った。ちょうどいいじゃないか、マサト。さっさとこんな地味な豊島女とは別れて、若くて綺麗な女を嫁にもらいな。あんたの稼ぎがあれば余裕で新しい相手が見つかるだろうさ。
夫は顔を青くしたままだった。だが見栄を張ることをやめられなかったのか、離婚届にサインした。私はそれをカバンにしまい、まとめた荷物を持って最後にこう言ってやった。これからは全部あなたが負担することになるけど、頑張ってね。私の発言に夫はうつむき、何も知らない義母は勝ち誇った顔をしたままだった。こうして私の夫との生活は幕を閉じた。私はとりあえずビジネスホテルに泊まり、それから手頃な賃貸マンションの部屋を借りて、一人での生活を始めた。それから一ヶ月後、私のもとに見知らぬ番号から電話が。とりあえず出てみると、その相手は元義母だった。あ、のぞみさん。よかった、出てくれて。一体何の用ですか？私あなたとはもう他人ですし、話したくないんですけど。そんなこと言わないでちょうだいよ。あなたに助けてほしいの。やっぱり来たか。まさかあなたの方が稼ぎが上で、マサトがあんなに給料が低いだなんて知らなかったのよ。知っていたら私に対して嫁いびりをしなかったと。相手のステータスによって態度を変える人間ですって自白してるようなものですけど、いいんですか？そう、それは、とにかく私たちを助けなさいよ。月々の光熱費や水道代などが引かれたら、マサトの給料からローンを支払うことがかなり厳しいのよ。そりゃ今までは私が支払っていたしな。元夫の給料からだったら生活費だけでカツカツだろう。主人の遺産は頭金で使ってしまったし。私は前にちらっと購入する家について見たことがあったが、相当高い家だった。だから月々のローンも高額なのだ。とてもじゃないが元夫一人の給料じゃ支払えない。借金をしながらじゃないと、あの家には住み続けられないのではないか。だがもう私には関係のないことだ。何を言われても私にとっては他人事です。元夫にも言っておいてください。もう見栄を張るのは格好悪いからやめなって。それと、あなたも嫁いびりはやめた方がいいですよ。こうやって痛い目を見ることがあるんですから。ふ。それじゃあ。あ、ちょっと。義母が何やら叫んでいたが、私は気にせず電話を切った。そしてすぐに着信拒否をした。最後まで見栄を張って、結局自滅をしたなんて、元夫はどうしようもない人だ。付き合う前のあの心優しかった頃の彼は、もういないのだろうな。数ヶ月後、私は興味本位で元夫と元義母が住む家の前を通ってみたのだが、すでに売り家の看板が立っていた。まあ当たり前の結果か。そんなことを思いながら、私はいつもの日常に戻っていった。時々母のことを思い出して寂しくなるが、今はさらに仕事に打ち込んでおり、つい最近昇進もした。仕事が充実しているので、とりあえずは幸せな日々を送ることができている。恋愛や結婚はしばらくいいので、このままどんどん仕事に打ち込んでいきたいと思う。あれ、どうして来たのかしら。私あなたには来ないでって言ったわよね。化け物の席はないから帰って。兄嫁はそうやって私を結婚式会場から追い出そうとしてきた。はーい、後悔しないでね。私はそう言って式場を出た。1時間後、私は兄に呼ばれて仕方なく式場に戻った。お前なんてことを。兄嫁の父は兄嫁にそう叫んだ。だがもう遅い。私の心は決まっているのだから。私の名前はのぞみ、32歳の会社経営者だ。私の会社は化粧品を取り扱っている。もともとあるコンプレックスが原因で、人前に出ることが苦手だった私は、そのコンプレックスのおかげで化粧品を自ら開発するようになった。そしてそれから会社を立ち上げて、
今は優秀な部下たちと一緒に会社を切り盛りしている。私のコンプレックスとは顔の傷だ。私は額にパックリと割れた傷跡が残っている。これは小さい頃に事故に遭ってできた傷だ。私は4歳上のマサトという兄がいるのだが、私はよく兄の後ろについて行っていた。大好きなお兄ちゃんと一緒にいたいから、兄が公園に遊びに行くときは必ずついて行った。兄は私の面倒を見つつ、同級生の子と遊んだりしていたのだが、ある日兄が友達と違う公園に場所を移そうと移動を始めたことがあった。私は兄たちのペースに追いつけず、兄たちが先に信号を渡ってしまった。私は、待ってと言いながら、信号が変わっているのに気づかずに横断歩道を渡り始めてしまったのだ。その時、一台の車がこちらに走ってきていた。急ブレーキをかけたのだが、停止しきれずに私はドンとぶつかってしまい、軽く吹っ飛んで額をコンクリートに打ってしまったのだ。すぐに救急車で病院に運ばれた私。車がある程度ブレーキをかけてスピードを落としていたので、私は大怪我はしなかったが、額がパックリと割れてしまった。親が血相を変えて病院にやってきて、私を抱きしめる。そしてすぐに兄に、どうしてちゃんと面倒を見てなかったの?と怒った。兄はごめんなさいと、何度も親に謝っていた。親はその後、私を引いた車の運転手と話をしに行ったのだが、兄は私と二人きりの時もずっと謝りながら、ベッドで横になっている私の手を握りしめた。私の額の怪我は結局跡が残ってしまい、女性としてはかなりマイナスになってしまった。だから私は、基本的に前髪を下ろした髪型で学校生活を送っていた。体育の授業などで、走ったりしないといけない時とか、風の強い日などに前髪が上がってしまうと、額の傷がはっきり見えてしまうことがある。その時は、私は同級生の男の子たちからいじられて、馬鹿にされていた。幸い、女の子の同級生は私のことを馬鹿にはせず、普通に接してくれたので、友達がいないとかそういう状況にはならなかった。兄はあの時の出来事以来、私にとても過保護になり、いろんなことを心配してきた。もし意地悪されたら、お兄ちゃんを呼べよ。俺がバカにした奴らをぶっ飛ばすから。兄なら本気でやりかねないと思ったので、私はあえて言わなかった。それに男子たちがバカにしてきても、女子の同級生たちが守ってくれていたから、そこまで気にするほどでもなかった。だがこの傷自体が、コンプレックスになっていたことは事実だった。成長していくにつれて、私もいろんな髪型をしてみたいと思っても、前髪を下ろしたパッツンヘアーしかできなかった。そしてこのような傷があるから、私はなかなか恋愛ができなかった。もし結ばれても絶対に嫌われる。そう思うと、怖くて恋愛に積極的になれなかった。そんな感じで思春期と呼ばれる時期を私は過ごしていたのだが、ある日高校生の時に仲のいい友人からこんなことを言われた。綺麗にメイクとかすれば傷も薄くなるし、いろんなおしゃれができるようになるんじゃない?私はその言葉にハッとした。大人になったら女性はみんな化粧をする。まあ、中高生の頃からする人もいるが、うまくメイクをすれば私のこの傷も目立たなくなり、好きな髪型ができる。そう考えただけでワクワクした。それから私は学校が休みの日に、友達と安い化粧品を買い、家に戻ってたくさんメイクをした。SNS や動画とかに上がっているメイク術を見て、自分なりに研究したりもした。そのおかげで、高校を卒業するときはすっかりメイクが得意になっていた。それから私は美容専門学校に通い、さらにメイクなどについて勉強するようになる。親と兄は私が自分の道を見つけたことに安心していた。
しかも私が自らメイクを楽しみ、おでこを出した髪型とかをしだしたのを見て、泣いて喜んでいた。私自身もコンプレックスを解消できた気がして嬉しかった。新しい道が切り開けたような気がした。その後、専門学校を卒業した私は化粧品の販売会社に就職。それからは一生懸命に働いた。ある程度キャリアを積んでから、私は自分で化粧品会社を始めた。まさか私が起業までするとは思っていなかったようで、親も兄も驚いていた。だが私が自分で道を切り開く姿を見て、喜んでくれていた。一方、兄はあの事件以降、ものすごく勉強を頑張っていた。そしてずっといい成績を残して、高校も大学も有名な進学校に進学。大学を卒業後は大手の外資系企業に就職した。私は以前、兄にどうしてそこまで勉強を頑張っていたのか聞いたことがある。すると兄は、俺のせいでのぞみに怪我をさせてしまったから、いい会社に就職してたくさんお金を稼いで、治療費を出してあげたいって思ったんだ、と答えた。大人になったら、きっといろんな治療法が出ているだろう。その時にのぞみのために、すぐお金を出せるようにしたかったんだ。兄はずっと私の怪我が自分の責任だと責めていたようだ。あれは私が悪いというのに。そうやって心優しい兄のことが私は大好きだったし、努力を重ねるところを尊敬していた。そして私は兄のことを責めてはいないのだから、自分のせいだとは思わないでほしいと思った。あの時は親も相当テンパっていて、だから思わず兄のことを責めてしまったのだと思う。私も大人になって楽しく生活をできているし、自分を追い込みすぎないでほしい。どうやったら兄が自分を追い込みすぎずに済むようになるのか、そう考えた時にある答えに達した。私が結婚をして幸せな姿を見せればいいんだ。そう考えた私は、今まで仕事人間だったが結婚や恋愛にも目を向けるようになった。そしていろいろと出会いの場に足を運ぶようにしたところ、素敵な男性と出会うことができた。彼はとても優しくて穏やかで、それでいて仕事熱心だった。私と彼は距離が縮まっていき、そして告白をされた。私はすぐに額の傷について話をしたのだが、彼は、そんなの気にしない、と私の目をまっすぐ見て言ってくれた。それからお付き合いを始めて、順調に交際を進めて私たちは結婚することに。私が結婚報告をすると、兄はとても驚き、そして涙を流して喜んでくれた。そうか、のぞみが結婚か。本当によかった。兄はやっぱり相当責任を感じていたようだ。私はこうして幸せをつかんだんだから、お兄ちゃんも変な責任を感じなくていいんだよ。これからは自分のために生きてね。私がそう言うと、兄はさらに泣いていた。その後、兄も婚活を始めていた。私が結婚したのは31歳の時だったので、兄はその時35歳だ。全然結婚していてもおかしくない年齢だったのだが、兄は私よりも先に結婚をして幸せになってはいけないと遠慮していたそうだ。兄が婚活を始めると、たくさんの人が兄に言い寄ってきたらしい。まあ兄は顔もいいし、何より優しい。そして大手の外資系企業で部長を務めているので、給料もかなり高かった。だから結構モテていたそうだ。それから兄は友人に誘われたパーティーである女性と出会った。それが後に兄の婚約者となるゆかさんだ。ゆかさんはそのパーティーでも一番と言っていいほどの美人さんだったそうだ。彼女は兄のことを気に入ったそうで、向こうから積極的に話しかけてきたらしい。そして連絡先を交換し、食事やデートに行くようになって、二人の交際が始まったそうだ。
それから1年ほどお付き合いをして、兄とゆかさんは結婚することになった。私は結婚の挨拶に兄が実家を訪ねた時に同席をした。ちょうど仕事が休みだったので、兄と結婚する人がどんな人なのか見てみたかったのだ。ゆかさんは本当にとても美人で、私も親も驚いた。まるでモデルさんのようだ。だがこの時に私は彼女に対してすごく嫌な印象を抱くことになる。彼女は私が自己紹介をすると額をちらちら見ていた。この時私は髪を上げていた。メイクはそこまでしっかりとしていなかったので、割と傷ははっきり見えていた方だと思う。だがみんなで話している時も彼女は私の額をちらちらと見ていた。そして私が話す時はものすごくそっけなかった。確実に私のことをこの傷が原因で避けてるなと感じた。まあこういう対応をされたことが今までゼロではなかったので、こういうタイプの人かと残念に思うだけだった。まあ兄が結婚すると決めた人だし、私には口を出す権利はない。兄嫁となる人と仲良くできないのは寂しかったが、それも仕方ないかと考えることにした。そして私には他に嬉しいことがあった。それは私のお腹の中に子供がいることだ。すでに妊娠5ヶ月目で、ちょっとずつお腹も大きくなっていた。私は仕事の量を減らしつつ、夫と一緒に子供が生まれてくるのを心待ちにしていた。だからちょっと嫌なことがあっても、そこまで気にしなかった。しかし、この兄嫁はこの後とんでもないことをしでかすのだった。兄とゆかさんの結婚の報告の挨拶が終わって、数日が経った時のこと。いきなりゆかさんから LINE が来た。一体何だろうと思ってメッセージを見ると、結婚式には参加しないでちょうだいという内容が来たのだ。私はびっくりしてしまった。どうしてですか？私は一旦自分を落ち着かせてから返事を送った。すると彼女は、額に目立つ傷があるような人に来てほしくないのよと返してきた。まさか、そんなことを堂々と言ってくるなんて。私はゆかさんの方から連絡先を交換してほしいと言ってきたから、もしかしたら私と仲良くする気があるのかと勘違いをしていた。だが彼女はこのことを言うためにわざわざ連絡先を交換してきたのだ。ゆかさんは、両家の顔合わせにも来ないでちょうだい。私の親にあんたの姿を見せたくないわ、というメッセージも送ってきた。私は絶句してしまった。ここまであからさまに傷のことを言って、私を攻撃してきた人はいない。そして一気に彼女のことが嫌いになった。私は両家の顔合わせには参加しないことにした。彼女の顔を見たくなかったし、それに妊娠しているとはいえ、会議などいろいろと忙しくて顔合わせに参加できるか怪しかったからだ。望まれていないのならば参加する必要もない。兄や両親には申し訳ないが、私は適度な距離感を持って兄嫁と接することにしようと思った。兄と両親は私が両家の顔合わせに参加できないことを知り、残念そうにしていたが、仕事なら仕方ないと諦めていた。両家の顔合わせはとりあえず無事に終わったそうだ。そして兄から結婚式について連絡が来た。招待状を送るから絶対に予定合わせてきてくれよ。まあ赤ちゃんのこと考えて調子が悪かったら無理はしなくていいけど。そうやって私のことを気遣ってくれる兄。私は兄嫁から来るなと言われていることを兄には言えなかった。というか兄から来てほしいと言われているのなら別に行っていいだろうと思った。夫も兄嫁の言葉なんて気にしなくていいと言ってくれたので、私は夫と一緒に兄の結婚式に参加することに。それから数ヶ月が経ち、あっという間に兄の結婚式の日がやってきた。私は夫と一緒に結婚式会場へ。
会場に着くと、兄や両親と会う前に兄嫁と遭遇してしまった。兄嫁は私の姿を見つけるや否や、顔をしかめながらこちらにやってきた。あれ、どうして来たのかしら。私、あなたには来ないでって言ったわよね。ゆかさんに何を言われても、私は兄に招待されているので来ますよ。私がそう言い返すと、彼女は目を見開いて睨みつけてきた。あんたね、私が来ないでって言った意味を理解してる。額に傷がついてて気味が悪い上に、巨漢のようなお腹をして気持ちが悪いわ。まるで化け物みたい。人間を食らってるのかしら。私は耳を疑った。どうしてそんなことを平気で人に言えるのだろうか。化け物の席はないから帰って。兄嫁はそうやって私を結婚式会場から追い出そうとしてきた。もうこの人には容赦しない。ここまで性格が悪い人は初めてだ。お兄ちゃんごめん。はい。後悔しないでね。私はそう言って式場を出た。夫も怒っていて、私と一緒に出て行った。あんなひどい人の結婚式になんて参加したくない。そして私はとあるところに電話をかけた。それでも気分が落ち着かなかったので、美味しいものを食べに行こうと夫と話し、高級レストランへ行くことに。美味しい食事をしてちょっと気分が落ち着いた頃、兄から電話がかかってきた。のぞみ、どうして来ないんだ。ああ、ごめんお兄ちゃん。実はね、私はゆかさんとのやりとりについて説明をした。え、ゆかが。うん、夫も隣で聞いていたわ。そんな、ちょっとゆかと話してくるよ。そう言って電話は切れた。1時間後、私は兄に呼ばれて仕方なく式場に戻った。兄からちゃんと話がしたいから戻ってきてほしいと言われたのだ。私たちが結婚式会場の控え室に行くと、兄と両親、そして兄嫁と彼女のご両親が揃っていた。そして兄嫁の父親は私のことを見かけると絶句していた。社長、どうしてここに。どうしてって、私はあなたの娘さんの婚約者の妹ですから。え、実は兄嫁の父親は私が経営する会社の取引先の会社で専務をしている人だった。両家の顔合わせに私は参加していなかったから、向こうは私がまさか結婚相手の妹だと知らなかったようだ。だが私は兄嫁のことを調べていたので、父親が取引先の専務だと知っていた。私は知っていながら、別に私自身の結婚とは関係ないしと思い黙っていた。兄嫁の父はおそらく兄嫁から婚約者の妹は会う必要もない人だとか、そういう説明を受けていたのだろう。お前なんてことを。兄嫁の父は兄嫁にそう叫んだ。社長、娘が大変失礼なことを言っていたようで申し訳ありません。ちょっと、お父さんどうしてこんな女に謝るのよ。うるさい。お前のせいで私が仕事を失うことになったらどうしてくれるんだ。兄嫁はようやく私を存在に扱ったことがどれほどまずいことだったのか理解したようだ。お前も謝れ。そう言って兄嫁の父は兄嫁の頭を掴んで下げさせた。申し訳ありません。そうやって謝ってきた兄嫁だが、もう遅い。私の心は決まっているのだから。残念ですが、そうやって形だけの謝罪をされても私は御社との取引をやめます。そんな取引をやめられたら、うちはかなりの損失を被ることになります。そしたら私は確実に首が飛んでしまいます。どうかお許しいただけないでしょうか。そう言って土下座までしてくる兄嫁の父。
だが確実に自分の保身のために謝っているだけだ。さっきから私の顔についての話を出してこない。私はこの顔の傷がきっかけで化粧品の会社を始めたんです。そしてこのお腹は妊娠しているからなんですよ。そういったことを何も知らないで見た目だけで判断してひどく罵倒してくる人に、娘さんを育てた方が専務を務めるような会社とは取引したくありません。まああとは御社の社長との話ですし、あなたたちは関係ないですね。とにかく私はもうあなたやあなたの娘さんの顔を見たくありません。これが私の気持ちです。じゃあ帰りますね。私はそう言って夫と一緒に控え室を出た。兄嫁と兄嫁の父は顔面蒼白の状態でその場にへたり込んでいた。それから兄は兄嫁との結婚式を中止にし婚約破棄をしたそうだ。参列してくれた人たちには祝儀を返し、食事会兼同窓会のような形にして料理を堪能してもらったようだ。兄嫁は必死に兄にすがったが、兄は全く相手にせず兄嫁と縁を切ったらしい。ちなみに兄嫁の父は平社員に降格処分となった。そして給料が一気に下がり、二度と出世が難しい状態になった。彼が上の立場にならないのなら取引を続けても大丈夫だろうと思い、取引はやめないことにした。兄嫁一家は今回の件でお互いを責め合い、家族仲がひどくなったらしい。しかももともと裕福だったのが一気に給料が減ったので生活水準を下げることができず、浪費を繰り返して借金が増えてしまっているんだとか。その結果、元兄嫁は兄にしつこくつきまとい、ストーカー状態になって借金の返済を手伝ってほしいとか復縁してほしいと迫っているようで、最終的に警察に逮捕されたようだ。現在は接近禁止令が出ている上に、元兄嫁は自分の浪費で作った借金の返済に追われているようなので、とりあえずは安心していいようだ。その後、私は無事に赤ちゃんを出産、可愛い女の子が生まれた。夫と両親と兄とみんなで娘を可愛がりながら家族仲良く幸せな日々を送っている。これから私は仕事と同じくらい子育ても頑張っていこうと思う。え、部屋に誰かいる。私は一気に恐怖を感じた。さっき実家を出てきたばかりだ。つまり家族の誰かではない。私はすぐに大家さんに相談をした。様子を見てくるよ。大家さんがそう言ったので、私たちは一緒に部屋の近くまで行くことに。すると部屋からは女性の声が聞こえてきた。その後、驚きの事実が発覚することに。私の名前はのぞみ、25歳の会社員だ。大学を卒業して就職した会社に働き始めて3年が経つ。最初は右も左もわからなかった私だったが、優しい先輩や上司に仕事を教わり一人前になることができた。今はいろんな仕事を任されるようになり、とても充実した日々を過ごしている。ふう、今日も疲れたな。ああ、のぞみちゃんお帰りなさい。大家さん、こんばんは。疲れた顔をしているけど、仕事忙しかったのかい？はい、そうなんです。今、ちょうど繁忙期で。あら、それじゃあゆっくり料理をする時間も取れないでしょ。そうですね。帰ってきてお風呂に入ったら、もう寝ないと朝早いので。そっか。あ、そうだ。ちょっと待ってて。え？そう言って、大家さんは自分の部屋に入っていった。私が住んでいるのは5階建ての小さなマンションで、1階に大家さんが住んでいる。私の部屋は2階でちょうど大家さんの部屋の上だ。ここには社会人になる時に住み始めたのだが、
大家さんはとても優しくて母親みたいな雰囲気を持っている。だから大家さんと話すとすごく安心する。私が数分ほど待っていると、大家さんがタッパーを持ってきてくれた。これ、今日作った肉じゃがなんだけど、ちょっと量が多くてね。だからよかったら食べて。え、いいんですか？もちろんだよ。ああ、あと親戚からもらった韓国海苔も一緒に入れておいたから。ありがとうございます。とても嬉しいです。私は家に帰ると、すぐに肉じゃがを温めた。その間にお湯で溶かすだけで飲める味噌汁を作り、レンジで温めるご飯を用意して韓国海苔と肉じゃがも用意して食卓に着いた。こんなに手軽にちゃんとした晩ご飯が用意できるのはありがたい。そして大家さんの肉じゃがは、とても美味しかった。じゃがいもがホクホクで人参が甘くて、鶏肉がホロホロで、しかも全部の食材の旨味が汁にいい感じに入っていて、一気に幸せな気分になった。久しぶりに食べた韓国海苔も美味しい。大家さんには今度お礼をしなきゃ。仕事が落ち着いたら、大家さんが好きな和菓子でも買って私に行こう。そう思いながら、私はお風呂に入ってゆっくりと布団で睡眠をとった。それじゃあ、このプロジェクトはのぞみさんとゆかさんと、まさとさんにやってもらうことにしよう。わかりました。繁忙期が落ち着き、会社では新しい仕事が始まった。のぞみ、これからよろしくね。ええ、同期のゆかと一緒に仕事ができて嬉しいよ。嬉しいこと言ってくれるね。っていうか、まさとさんと一緒なのも最高だよね。まさとさんというのは、私たちの上司でこの部署の課長を務めている。彼は仕事ができ、顔もイケメンのいわゆるイケオジ。だから女性社員たちからも人気が高い。だが左手薬指に光る指輪が眩しく光り、群がる女性社員たちを跳ねのけている。でも奥さんは気が気ではないだろうな。彼はかなりモテるし、職場でも男女関係なく気さくに話しかけている。勘違いする女性も中にはいるだろう。まあ私には関係のないことだが、私は絶対に既婚者に惹かれるなんてことはない。別に自信を持っているわけじゃないが、私は誠実な部類に入ると思うからだ。それにあまり職場で恋愛をしたいとも思わないし、仕事上では仕事に集中したい。その後、私とゆかとまさとさんは会議に入った。それじゃあ、このプロジェクトはこういう流れで進めていく感じでいいかな。はい、大丈夫です。すごくサクサクと決まりましたね。そうだね。ゆかさんとのぞみさんが優秀だからかな。二人が一緒のチームで心強いよ。そんな、課長、私たちを褒めてどうするつもりですか？別にやましいことはないよ。純粋に仕事ができる人と一緒に働けて嬉しいんだ。そうだ、ちょうど霧のいいところで終わったし、これから3人で飲みに行かないか。今日は金曜だし、会社員の楽しみは週末のビールだろ。いいですね。飲みに行きましょう。のぞみもいいでしょ。ええ、大丈夫よ。こうして3人で飲みに行くことになった私たち。同じチームとして親睦会のようなことは大事だ。それに私も飲みに行くのは好きなので、断る理由はなかった。私たちはまさとさんがおすすめする焼き鳥屋に行って飲んだ。そのお店の焼き鳥はすごく美味しかった。自然とお酒も進み、私たちはすごくテンションが上がっていた。まだまだ飲み足りないです。お、それじゃあ2軒目に行っちゃう。あ、そうだ。それじゃあ、のぞみの家に行って宅飲みしましょうよ。え、私の家。のぞみの家、駅から近いし、結構広いしマジで居心地いいんですよ。そうなんだ。じゃあ酒とつまみを大量に買って飲もうよ。
ね、のぞみ、いいでしょ。まあ、構わないけど。私の部屋では、よく同期の人たちで宅飲みをしたことがあった。だから特に抵抗はなかったし、普段から部屋はきれいにしているからいつ誰が来ても問題はない。そうして私たちは私の部屋へと向かった。へえ、きれいにしてるんだね。のぞみさんって家庭的な部分があるんだね。いいお嫁さんになりそう。そうですか。これはいつもの癖というか、単に綺麗好きってだけですけど。危ない危ない。酔っているのもあって一瞬ドキッとしてしまった。このマサトという男、やっぱり危険だ。っていうか奥さんいるのに女性社員の部屋に普通に上がり込んで大丈夫か？私はその点が気になって彼に聞いてみた。ああ、大丈夫。うちのは心広くてドーンと構えてるから、そんなの気にしないよ。そうなんですね。なるほど、モテる男の嫁さんになるには、そういう心構えの人でないとやっていけないか。マサトさんと奥さんって、結婚してどれくらいなんですか？ユカは完全に酔っ払ってる。お酒が回って目がトロンとしている。スカートもだいぶめくれてパンツが見えそうだ。5年くらいかな。息子ができたことがきっかけで結婚したんだよね。え、課長ってお子さんもいたんですか？うん、やんちゃボーイが我が家にいるよ。休みの日とかはチャンバラごっことか手伝わされてるよ。ええ、マサトさんがチャンバラ？想像しただけでウケるんだけど。ちゃんと悪役を演じてるんだぞ。そして切られて死ぬとこまでやりきってるんだから。ちゃんとお父さんしてるんですね。私たちはいろんな話で盛り上がり、気づけば深夜まで飲んで話していた。結局二人はそのまま私の部屋に泊まることになった。来客用の布団もあるので、リビングに布団を敷いて二人に寝てもらった。あ、おはよう。おはよう、ゆか。おはよう、二人とも。課長、おはようございます。まあ、もう11時なんですけどね。え、そんな時間。マジか。もうすぐお昼ですし、何か作りましょうか。え、いいの？はい、とは言っても、3人分の食材があるかどうかわからないんですけど。あ、じゃあ、私とマサトさんで買い出しに行ってくるよ。え？そうだね。泊まらせてくれたお礼にいろいろと食材を買ってくるよ。余った分は日々の自炊用に使って。わかりました。そう言ってユカと課長は買い出しに行った。私はその間に簡単に掃除機をかけて部屋の中をきれいにした。まさか昨日の飲みに引き続き、お昼もみんなで食べることになるとは。なんだか大学のサークル時代のノリで、ちょっと楽しい。この時は、私は後にあんなことが起きるとは思いもしなかった。二人が戻ってきてからお昼を食べ、そして少しだけゆったりした後に解散となった。それから私は日曜も家を出ずにゆっくりと過ごし、また月曜からの仕事を頑張った。プロジェクトが本格的に始動してからは、飲みに行く時間とかはなかった。とにかく成功を目指して頑張った。そして数ヶ月が経ち、ようやくプロジェクトが終了。無事に成功させることができて、私は大きな達成感を味わった。今回のことが評価されて、私は昇給が決まった。あら、すごいじゃない。一生懸命にのぞみちゃんが仕事を頑張ったおかげね。ありがとうございます、大家さん。大家さんがよく料理をお裾分けしてくれたから、体を壊さずに頑張れました。いやいや、私は余り物をあげただけだから。むしろこんな美味しい和菓子をくれて、こっちが感謝したいくらいだわ。仕事が落ち着いたのなら、この前言っていたように実家に帰るの？はい、ちょうど有給も消化しないといけないので。
私は久しぶりに実家に帰ることにした。ここ最近、仕事が忙しすぎて帰れていなかったからだ。有給の期間はずっと実家に帰るの？まあ、その予定かな。そっか。私も全然実家に帰れてないな。ゆかも有給取って帰れば？考えておく。でもせっかく有給取るなら旅行に行っちゃいそう。ゆかならそうしそうだね。同期とそんな会話をし、翌日から私は実家に帰った。久しぶりに私が帰ってきたので、両親はとても嬉しそうにしていた。私も久々に母の手料理を食べれて幸せだった。お母さんの料理やっぱり最高。自動で美味しい料理が出てくるって、本当に奇跡だよね。大げさね。自炊してる暇ないくらい忙しいのか。最近は本当に忙しかったよ。でも大家さんが余った料理をお裾分けしてくれて、すごく助かった。そうなのね。ちゃんとお礼はした。もちろんしたよ。私は実家で、すごくゆったりとした時間を過ごした。実家の安心感というのは、何とも言えない力がある。不思議と心と体が安らぐのだ。そんな中、私はスマホの充電器を持ってくるのを忘れたことに気づいた。ちょっと取りに行ってくる。明日にすれば。お酒飲んでないし、車でちゃちゃっと行ってくるよ。私の実家は電車を使うと1時間ほどかかるが、車ならものの20分くらいで着く。だから父の車を借りて取ってこようと思ったのだ。そしてすぐに自宅のマンションに着き、来客用の駐車場に停めて車を降りた。その時、ふとマンションの自分の部屋を見ると、明かりがついているのに気づいた。あれ、消し忘れてた。いやでも昼間に出てきたから、そもそも電気なんてつけていない。もしかして、つけっぱなしになっていたのを気づかずにいた。私は記憶をたどったが、そのような記憶はなかった。すると私は思いがけないものが目に入った。それは人影だった。カーテンの近くで誰かが動いたのだろう。一瞬、人影みたいなものが見えたのだ。え、部屋に誰かいる。私は一気に恐怖を感じた。さっき実家を出てきたばかりだ。つまり家族の誰かではない。ということは泥棒。私はすぐに大家さんに相談をした。すると大家さんはこんなことを言った。上でちょっと物音がしていたから、まだのぞみちゃんが実家に帰ってないと思ってたんだけど、違ったんだね。大家さんも緊張した様子で、事態を深刻に捉えていた。様子を見てくるよ。大家さんがそう言ったので、私たちは一緒に部屋の近くまで行くことに。すると部屋からは女性の声が聞こえてきた。その後、驚きの事実が発覚することに。私と大家さんは部屋にいる人の声を確認すると、一旦大家さんの部屋に戻った。やっぱり誰かいるみたいだね。その時、私は女性の声に聞き覚えがあることに気づいた。つい最近も聞いたことあるような。私はハッとした。もしかして。私は大家さんに、もう一度部屋の近くまで行くと告げた。大家さんは危険だよと止めたが、私には確認したいことがあった。すると大家さんも一緒に行くと言ってくれた。私たちは静かに私の部屋の前まで歩いた。そして私はスマホを取り出して、とある人物に電話をかけた。着信音が私の部屋で鳴り響く。あれ？のぞみから電話だ。もしもし、どうしたの？あれ？もしもし。私の部屋から聞こえてきた声。それはゆかの声だった。私は電話を切り、すぐに、間違って電話かかっちゃった、とメッセージを送った。ゆかからは、
了解という返事がすぐに返ってきた。どうしてユカは私の部屋にいるのだろうか。そしてユカは誰かと話しているようだった。もう一人の声はよく聞こえないが、この部屋にはユカ以外にも人がいる。私はそれを確かめようと思った。大家さんは止めたが、危なくなったらすぐに叫びますから、と言い、私は家の中に入った。玄関には靴が二足。女性物の靴と男性の靴だ。私はゆっくりと部屋の中に入った。すると由香の声が聞こえてきた。今日は奥さんになんて嘘をついてきたの？別に。飲み会だって言ったら普通に信じてたよ。朝帰りしても呆れてるだけだし、まさか不倫してるなんて思ってないだろうよ。じゃあ朝まで一緒にいられるね。そうやってユカと会話をしているのはマサトさんだった。二人は私の部屋のベッドで裸になりながらイチャイチャしていた。私は怒りでいっぱいになった。どうやって入ったかとかどうでもいい。私の部屋を勝手に使って私のベッドでそういう行為をしていた二人に腹が立った。ちょっと何やってるのよあんたたち。私がそう叫ぶと二人はびっくりしてこちらを見た。のぞみ、どうしてここにいるの？それはこっちのセリフでしょうが、なんで私の部屋にあんたたちがいるのよ。それはのぞみさん待ってくれ。誤解だ。裸でベッドの上にいながら何が誤解ですか？不法侵入ですよ。待って、のぞみ。謝るから。謝って済む問題じゃないでしょ。私が実家に帰っていることを知ってたから、計画的にこの部屋に侵入して、二人でイチャイチャしてたんでしょ。そんなにしたいなら、ラブホにでも行けばいいじゃない。二人は決定的な場面を見られてしまったことで、どうしたらいいかわからず固まっていた。とにかく話し合おう。嫌です。っていうかまず服を着てください。ごめん。するとそのタイミングで玄関が開いた。こっちです。叫び声が聞こえてきました。そして次の瞬間、警察が入ってきた。警察だ。動くな。警察はすぐに私の部屋まで入ってきて、ユカとマサトを確認した。ちょうど下着を着終えたばかりの二人を見て、固まる警察。これはどういう状況でしょうか。戸惑っている警察に私は事情を説明した。どうやったか知らないんですが、二人が勝手に私の部屋に侵入して、そして勝手にベッドを使って行為をしていたんです。私の話を聞き状況を理解した警察は、すぐにマサトとユカの二人を捕らえた。不法侵入の現行犯で逮捕する。警察の温情で二人とも服は着せられたが、まさか逮捕になるとは思わなかったようで、顔面蒼白の状態になっていた。私はヘナヘナとその場に倒れ込んだ。大丈夫かい？のぞみちゃん。大家さんが私に駆け寄って言葉をかけてくれた。警察からは、事情聴取のために署まで来てほしいと言われたのだが、大家さんが付き添ってくれることになった。それから私はユカとマサトさんとの関係性や、事件当時のことなどを話した。警察が詳しく調べたところ、なんとユカとマサトさんはこの前に私の部屋に泊まった際に、買い出しに行くついでに私の鍵をこっそり持ち出して、合鍵を作りに行っていたらしい。そして私が今後、出張だったり帰省したりしていない隙に部屋を借りて、愛し合おうと計画を立てていたそうだ。二人はプロジェクトが決まる前から、秘密の関係にあったらしい。つまり、すでに不倫をしていたということだ。ユカは実家に住んでいるため、ラブホしかする場所がなく、余計なお金がかかるからと、
私の部屋を使うことを考えたらしい。もしかしたら、あの飲み会後に宅飲みすることも計画のうちだったのかもしれない。ゆかとまさとさんは私が被害届を出し、弁護士を交えての話し合いの末に示談金を支払うことでまとまった。私は彼らからそれぞれ70万ずつ支払ってもらうことになった。そしてこのことは、もちろん彼らの家族と会社にも知られることになった。まさとさんは奥さんに離婚を要求され、慰謝料と養育費も請求された。ゆかはご両親から縁を切られて、家を追い出されたそうだ。もちろん、ゆかもまさとさんの奥さんから慰謝料を請求されている。そして逮捕されたものを置いておくほど、会社は優しくない。二人はあっという間にクビになった。私はあんな部屋にはもう住めないと思い、泣く泣く引っ越すことにした。すると大家さんが、のぞみちゃんがよかったら、5階の部屋に空きが出ているからそこに移らないかい?と提案をしてくれた。今回のことはのぞみちゃんは何にも問題はないから、2階の部屋と同じ家賃で契約を結べるようにするよ。でもこのマンションに住むこと自体が嫌になってたらしょうがないけどね。少し寂しそうにしている大家さん。私はあの部屋が嫌なだけで、大家さんのいるマンションにはまだ住みたかった。だから大家さんの提案を受けることにした。5階の部屋は私の前の部屋よりも広かった。それで、前と同じ値段で住めるのは逆にありがたい。今回は散々な目にあったが、とりあえず無事に解決してよかった。これからも私は大家さんと仲良くしながら、このマンションでの生活を充実させていこうと思う。とりあえず彼氏でも作って、警備員やボディーガードのような存在になってもらおうかな。ちょっとお母さん。何をするつもりですか?こんなものを大事な親戚の人たちに出したら失礼でしょ。次の瞬間、義母は大皿をひっくり返して床に料理をぶちまけたのだ。キャー。こんな飯食べられるか。早く作り直せ。このグズ嫁が。信じられない。だが義母は一つだけ大きなミスを犯した。お母さん、それ私が作った料理じゃないです。私の名前はのぞみ、42歳の兼業主婦だ。現在は夫のまさとと娘のゆかと義母の4人で、義実家にて暮らしている。義実家で同居をし始めて2年が経つが、私はそろそろ限界を感じていた。というのも義母からの嫁いびりがひどいのだ。ちょっとのぞみさん。なんでまだご飯ができていないの?すいません、ちょっと仕事が残業で。家庭よりも仕事を優先するなんてありえないわ。そんな仕事ならさっさと辞めてしまいなさい。え、いや、そんな無責任なことできませんよ。うるさいわね。家事がおろそかになるくらいなら仕事なんてしない方がいいわよ。そんなこと言われても、これから娘に関してたくさんお金がかかる時期なのに、辞めることはできない。娘は現在中学2年生の14歳。これから高校受験に向けて塾に通い始めているし、部活だって合宿だとか道具の買い替えなどでお金もかかる。高校や大学の学費だってかかるし、それらのお金を用意しながら老後の貯金をしていくには、私もパートとして働かないといけないだろう。それなのにそんなことを理解してくれない義母には腹が立つ。それともただ私をいびりたいだけなのか。義母だって息子2人を育ててきたのだから、子供に関してどれくらいお金がかかるかわかるはずだ。そもそもこの同居生活も義母が望んでしてきたことだ。義父が2年前に他界し、一人でいるのは寂しいからと夫に懇願して同居を承諾してもらったのだ。本当なら私は義母と同居なんてしたくなかった。それでも夫が、母さんがかわいそうだから、
と言ったから私もしぶしぶ同居を認めたのだ。そういう経緯で私たちが同居をしてあげているということを義母は理解しているはずなのに、なんで嫁いびりをしてくるのだろうか。義母は私への文句はもちろんだが、他にも面倒なことをいろいろしてくる。ねえお母さん、私のシュークリーム食べた？え、食べてないよ。なくなってるんだけど。ええ、ちょっとお母さん、ゆかのシュークリーム食べましたか？なんだい、シュークリームなんて食べてないよ。私はクリームたっぷりの甘いものが苦手なんだから。それじゃあ誰が食べたって言うんですか？知らないよ。あんたかゆかのどっちかが嘘をついてるんじゃないかい？私は嘘つかないよ。食べられなかった被害者なんだよ。そう言ってもう一個食べようとしてるんじゃないのかい？そんな卑怯なことしないよ。どうだかね。ちょっとお母さん、やめてくださいよ。お母さんが食べてないっていう証拠もないんですからね。私を疑うっていうのかい？最低な嫁だね。ひどい親子だよ。そう言って怒りながら風呂に行く義母。娘と顔を見合わせて呆れる私。そして翌日に私は家の掃除をしていたのだが、ちょうどお友達とお茶に行っていた義母の部屋もついでに掃除したところ、ゴミ箱にシュークリームの空き袋が入っていたのだ。これにはさすがに頭にきた。あんだけ私や娘のことをひどく言っておいて、結局自分が食べてたんじゃないか。このことは娘にもすぐに報告した。娘は怒りを通り越して呆れており、もうおばあちゃんとは必要最低限しか関わらないと言っていた。私もできればそうしたい。だが今もちょうどその最中なのだが、夫は出張が多くて家を空けることが多いので、必然的に義母の相手は私になってしまうのだ。お母さん、あれだけ私たちのこと罵倒してたのに、シュークリーム食べてたのお母さんだったんですね。そう言って私は空き袋を見せた。すると義母は、そんなの私に身に覚えはないわ。と逆ギレ。きっとあなたかゆかがゴミ箱に入れたのね。勝手に部屋に入るだけじゃなく濡れ衣を着せてくるなんて最低ね。そんなことを言う義母。私もこの人の相手をするのはもう疲れると思い、適当に流すことにした。義母はそれからもぐちぐちといろんなことについて文句を言ってきたが、犬が何か叫んでいるなと思うようにしてからは気にならなくなった。義母は私が適当に流しているのに気づいているようで、文句を言いながら自分の方がストレスをためているようだった。そんなに私が嫌なら、同居を解消すればいいのにと思ってしまう。私に対してものすごい嫌悪感を示して嫁いびりをしてくる義母だったが、義弟嫁である舞さんのことはとても気に入っていた。話によると、義弟嫁は出身高校が義母と同じで、さらに義弟嫁は有名な名門大学を卒業している。そしてモデルの経験もあるほどの美人だった。そのため一緒に歩いたりしているだけで、いろんな人から声をかけられて義母も鼻が高いらしい。私からしたら血のつながった娘ではないし、義母が褒められているわけでもないのに、なんで義母が得意げなのだろうと疑問に思ってしまうが、義母は自分の息子がそういうハイスペックな人を捕まえたということは、そんな息子を産んだ私すごいという思考回路に至って威張っているようだ。ある日、義弟夫婦が家にやってきた時のこと。舞さん、いらっしゃい。上がってちょうだい。遠くからよく来てくれたわね。舞さんのために高級洋菓子を買ってきたのよ。お母さん、ありがとうございます。これ私の好きなやつですよね。よかったわ。喜んでくれて。ほら、のぞみさん早くお茶を入れて。はい、
義母はそうやって私を顎で使ってくる。その洋菓子だって義母に頼まれて私が買ってきたものなのに。そうだ、夜ご飯も食べていきなさいよ。え、いいんですか？ありがとうございます。そう言って勝手に話を決めてしまう義母。どうせ作るのは私なのに。そして私が義弟夫婦と夫、義母、娘、私の6人分の料理を作ることに。義弟嫁は気を利かせて手伝いますと言ってくれるのだが、義母が、舞さんはお客さんなんだから作らなくていいわよ。こっち来てお話ししましょう。と言って止める。結局私は一人で全員分の料理を作り、くたくたな状態になる。私は我慢できなくなり、夫に相談した。今までは夫に負担をかけたくなくて我慢をしていた。しかし、いつまで経っても嫁いびりが終わる気配がない。こんな状態がこれから何年も続くなら私は耐えきれないだろう。そう思い夫に今までのことをすべて話したのだ。夫は驚いていた。そしてそういうことがあったのなら早く相談してほしかったと少し怒られた。だが自分が気づくことができなくてごめんと謝ってくれた。その後すぐに夫は義母に注意してくれたのだが、逆効果だったようだ。あんた、息子に変なこと言ったみたいだね。私が嫁いびりしてるだって。ふざけんじゃないよ。ゆかのことだって、あの子が私に全然懐かないから悪いんじゃない。本当に最低な嫁と娘だね。それが嫁いびりでなくて何なのだと思ってしまうのだが、義母には常識が通用しないようだ。そんな中、義父の法事の日が近づいてきた。私と義母はかなり険悪ムードで会話自体減っていたのだが、いきなり義母が話しかけてきた。法事の後はこの家に親戚の人たちを招いて食事をとるから、あんた全員分の料理を作ってね。え、出前にしないんですか？そんなのダメよ。許さないわ。私がサボっていると思われるじゃないのよ。ちゃんと手の込んだ手料理を振る舞うこと。これは絶対よ。そう言って自室に行ってしまった義母。さすがに親戚全員分の料理を準備するなんて大変だ。一人ではできない。私は義弟嫁に相談した。よかったら料理を用意するのを手伝ってもらえないかと。すると義弟嫁は喜んで承諾してくれた。二人で手分けすればまあギリギリなんとかなるか。そして義父の法事の当日の朝、私が台所で食材を並べていると、義母が、じゃあちょっと私は用事があるから出ていくわね、と言った。え、今から出ていくんですか？仕方ないじゃない、用事なんだから。法事の前には戻ってこれるから。じゃ、料理の方は頼んだわよ。そう言って家を出ていく義母。おそらく私が義母に助けを求めてくるとでも思ったのだろう。だからそれを予測して家を出て、完全に私一人で料理をさせようと考えたようだ。しかし私には義母がいないのは好都合だった。ちょうど義母の入れ替わりで義弟嫁がやってきた。のぞみさん、頑張りましょう。義弟嫁は元気よくそう言って台所に立った。綺麗なのに性格が良くて完璧な人だなと思った。そして手際よく料理を進めていき、あっという間に準備が整った。これで法事が終わった後に仕上げをすれば完璧だ。義母は法事が始まる前に帰ってきた。あら、舞さん来てたのね。のぞみさん、料理はちゃんと準備したかしら？嫁によってこの態度の変えよう。私が夫に相談して注意してもらってからというもの、露骨に嫌っている態度を私に見せてくるようになったな。だがもう法事なので、親戚たちがやってくる。そうすれば義母から離れられる。
束の間の休息という感じで心も休められるだろう。そんな時だった。ちょっとのぞみさん、何よこれ。え、義母の声の方を見ると、台所で義母が準備した料理を見てそのように叫んでいる。こんなものを親戚の人たちに出すの、もっとちゃんとしたものを作りなさいよ。そう言って大皿に入った料理を持つ義母。私は嫌な予感がした。ちょっとお母さん、何をするつもりですか。こんなものを大事な親戚の人たちに出したら失礼でしょ。次の瞬間、義母は大皿をひっくり返して床に料理をぶちまけたのだ。キャー。私は思わず叫び声を上げた。こんな飯食べられるか。早く作り直せ、このグズ嫁が。信じられない。この人は本当に人間なのだろうか。まったく、あんたに頼むんじゃなかったよ。罵倒しながらニヤニヤしている義母。これは絶対にわざとだ。私が作ったものはどんなに美味しく作っていても床にぶちまけるつもりだったのだろう。だが義母は一つだけ大きなミスを犯した。お母さん、それ私が作った料理じゃないです。すると私の叫び声を聞いて台所にやってきた義弟嫁が叫んだ。キャー、私が作った料理が。え、義母は目を丸くしている。舞さんが作った料理。そんな、今日はのぞみさんに全て任せたはずよ。親戚全員の分なんて一人で作れるわけないじゃないですか。だから舞さんに頼んで二人で手分けして作ってたんですよ。お母さんがわざと床にひっくり返したその料理は舞さんが作ったものです。私の発言に義弟嫁が目を見開く。え、お母さん、わざとひっくり返したんですか。ひどい。どうしてそんな意地悪するんですか。あ、いや、これはその、のぞみさんが作ったと思って。のぞみが作ったものならひっくり返すのか。まさとまで来てたの。夫もこちらに来ていたようだが、義弟も騒ぎに気づいてこちらに来ていた。俺があれだけ注意していたのに、嫁いびりをまだしていたのか。え、なんだよ母さん、のぞみさんに嫁いびりしてたのか。最低だな。死が、誤解だよ。お母さん、私が作った料理だと勘違いして舞さんが作った料理を床にぶちまけたのよ。何、母さん、どういうことだよ。義弟はその話を聞いて義母をにらみつけた。ちょっと待ってくれよ。それも誤解だよ。私は手を滑らせただけ。わざとそんなことするはずないでしょ。そうやって言い逃れをしようとする義母。しかしその時娘がこちらにやってきて、私、おばあちゃんがわざとやった証拠取ったよと発言。え、娘はそう言ってスマホで撮った動画を再生した。そこには義母が私に怒鳴り散らし、大皿を持ち上げて床にわざと落とす様子がはっきりと映っていた。いつの間にこんなの撮ったの。娘は義母をにらみつけながら、お母さんがおばあちゃんに呼ばれた時、嫌な予感がしたんだよね、と言い放つ。母さん、もう言い逃れはできないよ。そして義弟夫婦、私たち一家も義母をにらみつける。義母は顔面蒼白の状態でうなだれた。この葬儀が終わったら俺たちは出ていく。あとは一人で勝手に暮らしてくれ。そんな、私を見捨てる機会。自業自得だよ。舞さん、よかったら私と一緒に。絶対に嫌です。料理を粗末にしたり嫁をいびるような人と一緒に住みたくはありません。
その前に俺が許さないよ。母さんと舞を日中に二人きりになんてさせられないからな。そんな。床にこぼした料理はちゃんと自分で掃除してくれよ。俺たちは法事に行くからな。そう言って私たちは義母を置いて法事へ。親戚たちになぜ義母がいないのか聞かれた時に、娘が動画を見せるとみんな驚いていて、そして義母のことを軽蔑していた。義母が遅れてやってくると、みんなが冷たい目で義母のことを見ていた。義母は誰からも話しかけられなかったことで全てを悟ったのだろう。法事が終わると家に戻ってこなかった。私たちは残った料理の他に出前を頼んで、なんとか親戚全員分の料理を用意した。義母がいないので、とてもいい雰囲気で食事を終えることができた。翌日、義母は家に戻ってきて私たちに土下座をして謝った。そしてもう一度一緒に暮らすチャンスを与えてほしいと頼み込んできた。だがもうそんなチャンスなど与えられるわけがない。私は同居を始めてからの2年間、一度だって義母から優しくされた覚えがないからだ。そんな風に長期間にわたって人にひどい態度を取れる人が簡単に改心することができるわけないだろう。夫も娘も同意見だった。私たちは懇願する義母を無視して荷物をまとめて引っ越した。義弟夫婦はもう義母の連絡先をすべてブロックしているようで、連絡すら取れないようにしているらしい。私たちも義弟夫婦に倣って義母の連絡先をブロックした。今回の件で義母は親戚からも疎まれる存在となったので、親戚の集まりに一切呼ばれなくなった。今義母が何をしているのかはわからないが、きっと一人寂しく孤独に生きているのだろう。だが全ては義母の自業自得だ。私たちは新しく引っ越した家で、家族仲良くとても快適に暮らしている。夫に相談した時に、夫が私を疑うことなくすぐに味方をしてくれたのは嬉しかった。この人とならこの先何があっても一緒に乗り越えていけるだろう。私は夫と一緒に娘の成長を見守っていきながら、これからも楽しくて幸せな家庭を築いていこうと思う。私の言いたいことわからないかな。清掃員の低所得者は私の結婚式に来ないでって言ってるの。私、恥をかきたくない。マサト君の両親とお母さんは違いすぎる。おじいちゃんたちには何の問題もないよ。だっておじいちゃん会社の社長だしね。私はどこで育て方を間違ったのだろうか。娘は目に見えるものが最優先のようだ。娘を責める資格など私にはない。娘は一人の人間であって、私の思い通りに育たないことは当然のことだ。ここで烈火のごとく叱りつけたところで娘は素直に聞き入れないだろう。わかったよ。結婚式には行かないね。私の名前はのぞみ。私は夫と結婚して4年で念願の子供を産み、ゆかという名前をつけた。そしてこれからは夫と一緒にこの子を育てていこうと思っていた。しかし、運命とは残酷なものだ。娘が生まれて半年、夫は交通事故に巻き込まれ帰らぬ人となった。一夜で私は夫を失い、人生のどん底に突き落とされた。そんな私のことを夫の両親は、自分たちも悲しいだろうに、慰めてくれたのだ。私はそんな義両親の優しさに涙が止まらなかった。そして、子供を一緒に育てようと言ってくれたのだ。義両親と一緒に暮らすことになったが、実家の両親も協力してくれて、私は娘のために懸命に働くことができた。娘は昼も夜も働く私よりも義両親に懐いていたように思う。それでも娘は、私が家に帰ると、ママ、おかえりと笑顔を向けてくれた。どんなに疲れていても、その笑顔が私の原動力だった。周りの協力もありながら、
娘は20歳になり、その成人した姿に思わず涙が溢れてしまう。成人式に着る振袖はレンタルが多いと聞いたが、私は娘を呉服屋へ連れて行き、それを仕立てた。娘はとても喜んでくれ、はつらつとした顔つきで成人式に参加していた。義両親も娘の姿を見て涙を流している。娘は成人式が終わると一度家に戻り、振袖を脱いでから同級生たちと成人式をお店で祝うと出かけていった。のぞみさん、お疲れ様ね。ゆかちゃんも立派になったわね。これものぞみさんが一生懸命ゆかを育ててきた結果だな。お母さん、お父さん、ゆかがここまで大きくなれたのは全てお二人のおかげです。本当に何から何までお世話になってありがとうございました。あらやだ、そんな深々と頭なんて下げないでちょうだい。また泣いちゃうじゃない。私たちがしたくてしたことなのだから。そんな頭を下げる必要なんてないさ。二人はこれまで私がパートに出ている間、義母が中心となり娘の面倒を見てくれた。義父は会社を経営しながらも貴重な休みを娘のためだけに割いてくれた。そして二人は私のこともとても大切にしてくれたのだ。そんな二人には感謝しかない。娘は現在優秀な大学の学生だ。これまで娘にかかったお金をすべて私が賄うことができたのも義両親と両親のおかげだ。あとは娘が大学を卒業して娘のやりたい仕事を見つけてくれれば言うことは何もない。大学を卒業するまであと少し、私は肩の荷が下りたような気がしている。しかし私は気がついていなかった。娘が私に対してどんなことを思って生活していたのかを。娘は現在一人暮らしをしている。これは大学へ入学してからのことだ。私はたまに休みを使って娘のアパートへ様子を見に行ったり、食料を送ったりしていた。そんな生活も娘が大学を卒業すると終わりを告げた。お母さん、今までありがとう。私は娘からの言葉に涙腺が緩んでしまう。その一言でこれまでの苦労が報われるのだ。これで私の役目も終わったのだと実感する。のぞみさん、まだ大事なことが残っているわよ。ゆかちゃんの結婚よ。確かにそうですね。その時は盛大にお祝いしましょうね。娘の結婚、大学を卒業したばかりの娘にはまだ早い話ではあるが、いずれそういった時も訪れるのだろう。娘が結婚したいと思う男性が現れた暁には盛大にお祝いをしてあげたい。そんなことを考えていた。そしてその時は娘が卒業して5年経った時に訪れたのだ。その日、娘は婚約者の正人君を家に連れてきた。彼は物静かであまり多くを語らないが、私と義両親にこれからよろしくお願いしますと頭を下げてくれた。そんな彼に娘は夢中なようで終始上機嫌だ。結婚式は盛大にやりたいと思ってるの。友達も会社の人もたくさん呼ぶつもり。式にもこだわりたいし、料理にもお金をかけたいって思ってる。そんな娘の話を聞いて、私は彼らをサポートしようと思った。雅人君は終始娘が話すことに相槌を打つ程度だったが、娘は幸せいっぱいといった様子だ。この日は彼を返し、娘は久しぶりに我が家へ泊まっていくと言った。夜、義両親が寝静まり、娘と二人だけの時間となった。結婚、おめでとう。私は娘に声をかけた。うん。これまで終始楽しそうにしていた娘だったが、私が声をかけると表情が一変した。お母さん、
お願いがあるんだけど。てっきり私は結婚式の援助をしてほしいという願いだと思い、笑顔を娘に向けた。結婚式、来ないでほしいんだよね。時が止まるとはまさにこのことだと思った。娘の発言に頭がついていかない。私は娘の母であり、結婚式に出席することは当たり前のことだと思っていたから、まさかそんな発言をされるとは思ってもいなかった。マサト君の家、両親も揃ってて、お父さんは会社経営してるんだって。私にはお父さんいないけど、それでもいいって言ってくれたんだよね。しかもお父さんがいないこと、向こうの両親に話したら、大変だったねってねぎらってくれてね。それで私、思ったんだよね。大変だったねって言われるってことは、お父さんがいないことで私が今まで人一倍苦労してきたんだって。お母さん、なんでずっと一人でいたの？再婚すればよかったよね。そうすれば、私は苦労なく生活できたんだよね。再婚なんて考えたこともない。それに父親がいないことで寂しい思いをさせたとは思うが、苦労かけたつもりはない。娘の望むことは、ピアノだって、スイミングだって、英会話だって二つ返事でお金を捻出し、送り出した。学費に至っても、滞納したりしたことなど一度もない。奨学金だって娘には借りさせず、私一人で全てを賄った。母子家庭だからといって、娘に不自由をさせたことはないと思っている。それにさ、お母さんの仕事って清掃員なんでしょ？昔、おじいちゃんたちに聞いたんだよね。なんか、すごく惨めな気分。お母さんが清掃員じゃなかったら、もっと遊べたかもしれないのに。娘は大学生活中にバイトすらしていない。でも、それは勉強に専念してほしかったから。娘は勉強の傍らで、友人とキャンプへ行ったり、洋服を買いに行ったり、とても楽しそうに充実した日々を過ごしているように見えた。それでも満足する生活は遅れていなかったということなのか。私の娘に対する気持ちを今、ここで、そのすべてを否定されている。私はこれまで、何のために踏ん張ってきたのだろうか。とても虚しい気持ちになった。大学を卒業するときに娘は私にありがとうと言ってくれた。それもすべて嘘だったのか。私が何も言えないでいると、娘は大きなため息をついた。私の言いたいことわからないかな。清掃員の低所得者は私の結婚式に来ないで。って言ってるの。私、恥をかきたくない。マサト君の両親とお母さんは違いすぎる。おじいちゃんたちには何の問題もないよ。だって、おじいちゃん、会社の社長だしね。私はどこで育て方を間違ったのだろうか。娘は目に見えるものが最優先のようだ。娘を責める資格など私にはない。娘は一人の人間であって、私の思い通りに育たないことは当然のことだ。ここで劣化のごとく叱りつけたところで、娘は素直に聞き入れないだろう。わかったよ。結婚式には行かないね。でも、あなた、本当に大丈夫なの？娘にこんなひどいことを言われても、なお、私は娘の結婚式で役に立てることはないかと心配している。しかし娘はそんな私の思いも知らずに、私を睨みつけた。大丈夫。って何が？親族席にはおじいちゃんたちに座ってもらうから、何の心配もないよ。私はマサト君と結婚して幸せになるから。お母さんさえ来なければ、全部がうまくいくからね。お母さんさえ来なければ。この言葉に私は吹っ切れたのだと思う。娘が私を拒否するのなら、仕方がないことだ。それに少々、怒りの感情も湧いている。
人の気持ちがわからない娘とは距離を置くべきだ。そしていつか自分のしたことの罪深さに気がつく時が来てくれればいいと思った。もうわかったわ、あなたの言いたいことは。いや、わかってないと思う。他に何が望みなの？結婚したらもうここには戻ってこないつもり。そう、縁を切るという意味かしら。そうだよ、私は惨めな過去を振り返りたくないから。娘は言いたいことをすべて言ったのか、夜にもかかわらず家を出て行った。私は一人リビングでため息をつく。そして頬に涙が伝う。のぞみさん、ごめんなさいね。トイレに行こうと思って起きたら、あなたたちの会話が聞こえてね。立ち聞きするような真似してごめんなさいね。いえ、構いませんよ。私だけ結婚式には呼ばれませんから、いずれ話さなくてはならないことでしたから。止めに入った方が良かったかな。いえ、お母さんとお父さんがいたら、娘の本音は聞けなかったと思います。私たちがのぞみさんの味方であることを忘れないでね。そうよ、私たちはそばであなたの頑張りを見てきたもの。ゆかちゃんはそれがわからないのね。それから数ヶ月、平穏な日常が続いていた。娘は私に連絡をよこすことはないが、義両親には頻繁に連絡を入れている。お父さん、ゆかちゃんが結婚式の援助をお願いしてるのだけれど。しないよ。そうよね、私もそう思ったから断ったわよ。ああ、それでいい。結婚式は自分たちが出せる範囲でやるものだ。最初から誰かのお金を期待する考えなんて持つべきじゃない。私と夫が結婚式を挙げた時も、お互いの親に援助を申し込んだことなどない。二人の資金でできる範囲の結婚式をした。娘はお金を出してもらうことが当たり前になっているのかもしれない。これまでお金に苦労をさせたくなくて、すべてを賄ってきた。それがあだとなってしまったようだ。娘はお金の尊さがわからないのだろう。これは私の反省すべき点だ。それにな、これまで自分のために身を粉にして働いてくれた母親に向かってあんな言葉を浴びせるなんて許せないじゃないか。人間は周りと支え合ってるからこそ生きていけるんだ。ゆかはきちんとそのことを理解すべきだ。ゆかの目を覚ますためにも我々は援助するべきじゃないよ。義父の言葉に義母は大きくうなずいていた。確かにあの時、娘は私に辛辣な言葉を浴びせた。娘は私を低所得者だと罵ったが、それは娘の勘違いだ。娘の言うように低所得のままでは大学へ行かせることはかなわなかっただろう。いくらパートを掛け持ちをしていても稼ぎには限界がある。だから私はパートの時に培った知識や独学で学んだ経営学などを頼りに清掃会社を立ち上げた。私がこの会社を立ち上げることができたのは義父のおかげだ。最初は数人で立ち上げた会社だったが、一番最初のお客さんは義父だった。義父が自分の会社の清掃をしてほしいと契約してくれたのだ。そして私たちは丁寧な仕事を心がけた。そんな私たちの仕事ぶりを見て、義父が他の会社の社長仲間たちに私たちのことを勧めてくれたのだ。そこから少しずつ会社の規模は大きくなっていった。新人教育を徹底し、従業員の誰もが一定の清掃技術を身につけている。そして私たちの丁寧で早い仕事は有名となった。そんな経緯があって、これまで娘の望むことをすべて叶えることができた。でも、もう私が娘を手助けすることはないだろう。そんな私を気遣うかのように、
義父たちから温泉旅行に誘われた。しかもその旅行には私の両親も誘ったという。私はその気遣いが本当に嬉しかった。そして数ヶ月後、私たちは温泉旅行へ旅立った。旅行先の旅館に到着し、温泉を楽しむ。そして部屋でくつろいでいると私のスマホが鳴った。その電話の相手は娘だった。私はスマホをちらっと確認し、スマホをテーブルの上に置く。今さら話すことは何もない。それでも切れてはかかってくる。何度も着信が続くうちに、やはり娘のことが心配になってしまった私は電話を取った。お母さん、今すぐ式場に来て。急にどうしたの？今日、私の結婚式なの。え、あら、そうだったの。私は行かないわよ。そう言ったじゃない。掃除員の低所得者は来るなってあなたが言ったのよ。娘はその言葉に反論の余地がないのか黙り込んだ。しかし、電話の後ろで男性の怒鳴り声が聞こえる。これは、雅人君の声ではないだろうか。お前の親族に二人も社長がいるから結婚してやろうと思ったのに。そのどっちも結婚式に来ないなら、お前と結婚する意味ないだろう。何言ってるの。私の親族で社長はおじいちゃんだけよ。そんなわけないだろう。お前の母ちゃんだってあんなでかい清掃会社の社長じゃないか。え、二人は電話口で言い争っている。これが雅人君の本性だったのだ。お母さん、とにかく今すぐ来て。無理よ。私はあなたの結婚式をどこでするのかも知らないし、それに。今すぐ住所送るから。だから無理よ。今、おじいちゃんたちと旅行中だもの。おじいちゃんたちもそこにいるの。なんで？人の気持ちを考えられない孫には、手助けをしないって決めてるんですって。私の両親も今回の娘の話を聞いて、義両親と同じ思いを持っている。そんな、お願い、助けて。雅人君にお母さんは来るなって言ったから来ないって言ったら、すごい怒っちゃって。彼は私が社長だってこと知ってたのね。なんだか、雅人君はあなたのことが好きというよりは、私のお金が好きなのかしらね。そんなこと。お金目当てであなたに近づいたのね。でも、私にはもう関係のないことだわ。あなたとは縁を切っているしね。私はそのまま電話を切った。こんなお金目当ての相手と結婚なんてしたら、娘は幸せにはなれないだろう。このまま式が中止になればいいと思った。式には娘の同級生も数人参加していたようで、その参加した同級生の母親からその後の話を聞いた。金がないならこの式はなしで。と新郎が騒ぎ立て、式は中断したという。そして周りからは新郎に問題があると思われていたようだ。しかし後日、同級生と話していた娘が、お母さんさえ来てくれればと言ったことで、私の参加を断ったことが知られることとなる。すると周りから、やりたいこと全部やらせてもらって、大学のお金も一人暮らしのお金も全部出してもらっておいて、どうしてそんなことができるのか、と友人に怒られていたそうだ。それでやっと自分がおかしいと気がついた娘は、家の玄関前で頭を下げた。しかし、私たちは敷居をまたぐことを許さなかった。それからというもの頻繁に娘はやってきて、お金の入った封筒を置いていく。封筒には、今まで本当にありがとう。何年かかるかわからないけど、大学資金を返させてください。と書いてある。まだまだ返済までは時間がかかると思うが、返済が終わる頃には娘を許そうと思っている。